会と、なんとか経済同友会とかね、ロータリークラブに行って、駅のロータリーを新しく作ったりとかね、ライオンズクラブでライオンの置物を作ったり、同友会、同友会なんでしょうか。低品質の賞を取ったんで、なんかその中部経済同友会に入ってくれって言われて、記者写真入ったら、一回も忙しくて、その行けなかったんです。だから一回も行けないから、辞めさせてくださいって言ったら、そんな理由で辞める人いません。じゃあ僕はその第一号になってやろうって言ってやります。非常にいろんな目にあって参りましたので、様々なその視点や発言を持つことができます。佐藤さんがこんな素晴らしいプレゼンを聞くと、僕もちょっと本音を言いたくなってしまいますね。いつもは大企業の方が来られたらねんねんみたいなことを言ってるんですよね。ねんねんではなく本音と言ってる。あと、ちょいちょいこういう親父ギャグを入れたくなる。ほんまなんかミスチルの桜井くん似てる。ミスチルのオリジナルキーで歌える。もう一回、もう一回っていう。すごいですね。それは素晴らしい。そういう意味で21世紀型。どういうところが21世紀型かっていうのは、ちょっとまた、この話の中で出てくるかな。やりたいことに見える場で男女が生き生き働く会社やらないし。だから経営品質前、約10年やっておりまして、そこで分かった心の明るさの大切さ。まあ、いろんなこと、講演を本当によくさせられてまして、僕は経営品質の仕組みや、いろんなことを説明しようとするんですけども、大抵質問は、どうしたら松浦さんみたいに明るくなれるんですかとか、どうしたら社員にやる気ができますか、あとは、松浦さんの子育てについて教えてください。子育ての話なんか、これっぽっちもしてない。本当に子育てに熱心だったら、あんたのところでこうやって話するわけないじゃないですかっていう話を、ね、大抵子育てっていう人は多いんですよね。無難なんでしょうかね、子育て。子育てのこの字も全く言ってない。本当にね、それをいつも。で、この1年、まあちょっと2年ぐらいこの経営品質、約3年間このアンバサダーみたいなことやらないといけない。いろんなところで講演をして経営品質の素晴らしさを伝える仕事があるんですけどね。まあスーパーホテルの山本さんがほとんど引き受けないんで、全部僕のところで来ておるわけでございますが。で、そんなに日本人は、そんな今暗い時代なのかっていうふうに思いました。このパワーポイントをなんかデータかなんかで差し上げて佐藤さんのところにまた送っておきましょうか。はい、でちょっと去年ぐらいから考え方変えて、まあ、僕の話を聞いてくれて聞いた人が元気になるっていうのも僕の一つの使命ではないかというふうに考えて、まあ、どうしたら心が明るくなるかというようなこともちょっと話をしております。それから、まあ、一番簡単なこの話で言うと、まあ、17年前に阪神大震災にあって本社と工場と実家と潰れて、で取引先から切られて仕事を失って、で社員も誰も片付けも手伝ってくれない、で家族は一晩行方不明、僕にとっては人生最悪の日が1995年の1月17日にあった。あの日に比べれば今日はなんていい日なんだろうっていう、ミスチルにそっくりな、なんてでもない生足です。え、笑い方が似てるよね。ちょっと後ろを見て、あ、女子がいないから、女子が戻ってきたらちょっと女子を呼んだれ。本当に、まあ後の方でもいいけど、で、その人生最悪の一日が持っているかどうかというのは非常に大事、何かと比較できるという、だから僕の場合は、まあ、その日が一番、まあ、最悪な、そうするとすごくさっぱり生きれるという、だからついてるついてないとか、もうそういう考えすらないでしょ。あの日比べたらもうめっちゃラッキーじゃんみたいな、死ななくてよかったねみたいな、だから僕の人生はアゲアゲの人生になったんですね。もし皆さんも心の明るさに気づきたいと思うなら、
自分にとっての人生最悪の日を規定してみる。いいですね。これをこうやって上げさせていくと、なんか、なんとか研修になるんですけど、僕はそういうコンサルではないので、そういうことはやりません。またリーダー率先のタスクが変わる組織づくりですね。景品質活動を通じて実現する生き生きとした地域社会づくりの具体化。まあ、今日佐藤さんの話でここのところちょっと弱いなと思ったんでね、皆さんの会社の地域の人たちが皆さんの会社をどういう会社だと言ってくれるかという言葉を集める必要があるように思います。あと、あの、まあ、なんでそんな忙しくなったかというと、まあ、この人の番組に出たからでして、でこれであのちょうど阪神大震災からの復興について1時間ぐらいお話しさせていただいて、撮影を40時間ぐらい、1ヶ月ぐらいやってたんですけども、もしよろしければうち あのホームページで映像を見ていただけますので、ぜひ見ていただいて、大抵これを見てもうめっちゃマジな人やと思ってきたら、すごい面白かったっていうふうなことで、このギャップがあるみたいなね。ちょっとこの荒島くんがミスチルの笑い方ができるっていう、ちょっと後ろ後ろ向いていて、声ももう桜井君そっくり、はい、桜井さん、ベストアルバムが出ましたけど、どうですか？ぜひ皆さん買ってください。ちゃんと笑い方してこうです。どうですか？やってください。ほら、こう重ねて動画の人がメガネ忘れた時みたいな目を。まあ、見ていただければいいと思います。でも消しすぎたら俺の顔つれてどこまで自分好きやねん。後ろで寝ようってな、長島君も。もうほんとね、うちはもう高島君で持ってるみたいなもんだ。今に番狂の成果は高島久美という人間を、まあ、作れたことなんでしょうね。あ、これホームページですね。環境のホームページ。楽しいホームページなんで。あ、これがそのリアアーマス村上。で、最近テレビ始めましたね、僕ね。ネット TV。リアーマス、リアルマツーラとかって。テレビ放映してるんで、ぜひ、Google とかで検索していただいて。一番最近の人気番組は、松浦信夫が語る宇宙戦艦ヤマトでわかる、ピーター・ドラッカーのマネージメント。あ、下に絵を描いてたやつですね。全部僕はホワイトボードに絵を描きながら解説するという、お絵描きとマネージメントが同時に学べるということで、まあ、約本当3,700-800名の方が見ていただいて、2ヶ月で番組の30個ぐらい作りました、ね、これは面白い。あとは Facebook ですね。ぜひ Facebook で友達申請していただいたら、真剣にやってます、ね、ぜひ。あとはいろいろ、これ本当はもうちょっと面白いやつがあったんですけど、なんか真面目なやつ買ってね。この下に行って松浦信夫コーナーっていうのはコスプレやったりとかね、いろいろフィギュアの話とかありますので。あとはこのオンラインショップに始めました、高島くんが店長をやってます。高島店長、いろいろ、これが真面目サイドで、もう一個下の方に行っていただいたら面白い。でもぜひリアマツ見ていただいたら、本当にその宇宙戦艦、ピーター・ドラッカーのマネジメントをちゃんと呼んでる人がいないということに対して私は非常に憤りを持って、宇宙戦艦ヤマトっていうのは1974年から5年に全26回で放映されたテレビアニメーションなんですけど、これを通してピーター・ドラッカーのマネジメントを読み取って、大体全部半年かけてやるんですけど、全部見ていただくと約50時間ぐらいの講座になります。すごいやつ、ね、ぜひ。そのために見てる人が、ね、絵をちゃんと見たいっていうんで電子黒板買って PDF でプレゼントできるようにしたりとかね、いろいろイノベーションをこの後ろの田畑君と2人でやってるんですけど、毎回早くピンマイク買えって言われてますけどね。ピンマイク片でマイク持って喋るんで非常に手が不自由。てか、こういう調子でやると僕の話だけで8時ぐらいまでかかってしまうのでは、ね、
で、まあ、日本景品賞を取った後は、昨年、日本環境経営大賞というのをいただきました。昨年、一昨年か。で、昨年は地域思いビジネス共感大賞、この NPO と連携して、CSR を推進した。まあ、うちはあの高校生で、日本で最初に NPO 法人を作った大岡高校の生産経済科のウェルビーム、今日なんか入ってる、入ってない。はい、です。これですね、高校生の、高校生レストランからテレビになったのご存知かと思いますけども、大岡高校の高校生レストラン、ここから車で1分ぐらい行ったところ、僕のこのあざきとか大桂地域にあるんですけど、そこの隣の課、生産経済課っていうのがありまして、それは、その料理の食材とか、まあ、松坂牛とか添えたりしてるんですけど、食物調理科ばかり有名になって、生産経済科の子が元気ないということで、あのドラマにも出てきたあの伝説の公務員の岸川さんという方、その人が高校生と一緒に化粧品開発してくれませんかって話で作ったのがこれで、なんと今年モンドセレクションの銀賞を取りました。国際賞を取った。非常にそこと一緒にやって、この子たちは園芸福祉っていうのをやってまして、まあ自分たちの添えたお花とかを介護施設に、老人施設にプレゼントして、ケアされる人にケアしないといけない植物を与えることでボケを直そう。そのパッケージのこの一番上見ていただきますと、このウェルビーイング、本当は木を植える美しいっていう詩だ。これが NPO 法人の名前なんですけども、ダサいなと。やっぱり化粧品だからかっこよくしないというウェルビー、あのビーンは生きるっていう、まあ、生き物とかウェルをつけますとよく生きる。実はこれはソクラテスの言葉です。ソクラテスが死刑になる裁判、ご存知でしょうか。ソクラテスの弁明という弟子のプラトンが書いたものでございます。人間はただ生きるのではなく、よく生きるということが大事です。ウェルビー、この活動を通して、その例えば高校生とお年寄りがつながるのであれば、真ん中にいる大人たちはどういうふうに生きるべきか、黙ってそのまま自分の金だけを数えて生きるのか、そうじゃないか、大人たちを変えよう、ウェルビーという壮大な哲学をもたらした。だからこれはもう彼女たちと僕とのコラボなんですけど、この地域のビジネス共感大賞みたいな、面白い。この活動だけですごい面白い。またホームページで見ていただいて、できれば高島店長のところのネットショップで買っていくようなその高島君の、多分昨日はベンチマーク来ていただいてありがとうございましたの、なんかメッセージが手書きで届くと思います。ぜひ、誰だっけ、高島君が孫ごろセットお買い上げなんで、ちょっと一泊用意しといたりして、まあ、CD いっぱい売れてるからね。これね、公演で出る質問をどうすればやる気が出るか。景品質とは、組織における集団力の強化やイノベーションを追求するもの。個人の能力やノウハウを聞かれる。まだ大企業でやってもね、そうですね、組織内の悩み、意外と初歩的。こんな初歩的なことで悩んでるのか。結局人が一つの組織で何かをやろうとする悩みはみんな同じだった。これ結構僕は発見でしたね。ここ大事なんですね。やはりイノベーションには個人の確立と組織の仕組み作りの両輪が必要なんです。この両方がないときっとうまくいかない。でも全国で話してもここまでいかない。
で、僕はもう経営臨床のことを説明するのに、これはもう日本ピーター・デラッカー賞みたいなもんなんだって言いまして、まあ、もしドラがベスト世代になったけれども、私は10年間この報告書を書いてますね。ドラッピーター・デラッカーへのオマージュとして書いてる。つまりピーター・デラッカーがもし僕の経営臨床報告書を読んだら、どういうふうにコメントしてくれるか。あの日本経営臨床の審査員の向けに書いたのではありません。特にうちのこの申請書を見ていただいたら、アセスメント基準書の未来形について記載しています。だから、今年賞を取られたシスコシステムさんとか、川越中央病院さんは、みんな僕とこの申請書を読んで書いてますので。パーティーの時言われたら、どうして授賞式でそれを言わないんだって怒ったんですよね。あるべき姿は、だから、本当にどこでも僕は言ってるんですけど、僕の取った申請書から日本経験書は変わりました、ね、本当に。だからアセスメント基準書を読まずに、これで臨読会を、来週からされることを一番にお勧めします。本当にいい文章ですよ、これは。なぜ経験書を変えたかった。何でもかんでも PDCA ばっかり言うから、そんなんじゃ何の意味も、君の人生すら変えられないんじゃないのかって審査員も言ってました。皆さんが経費則とどのくらい知ってるのか分かんないんで、ちょっと今、測りかねてるものがありますけども、日本はガラスパゴス化 AEJ ですね。デンソーさんの海外シェアって何パーセントですか？5割。だからもう日本がなくなっても大丈夫なんですよね、本当に。いいですよね、本当に。そうすると、だから、これ、ガラパゴスって知ってます？南米エクアドルの沖合に向かう赤道出荷にしました。フンボルト海流冷たい水の畑でペンギン、フンボルトペンギン。チャールズ・ダーウィンは今から150年ぐらい前ですかね、ビーグル号という船で地質学者として航海に参加し、学者、氷河の化石を山の中で見つけます。そしてそこで鳥の化石を見たときに、鳥の羽の形が微妙に変化していることに気づく。年代が例えば立つほど少しずつ骨の形が変わるとしたら、もしかするとこれは生き物は環境に適応して自らの形を変える力を持っている、いわゆる環境適応能力があるんじゃないかということを考え、彼はイギリスに戻ってロンドンで種の起源という本を出版しました。これがもともとの進化論の肝となったわけです。こういうことを言っています。生き残っている種が必ずしも最も強い種ではなく、生き残っている種は変化に対応できる種であるということがある。もし21世紀に残る企業があるとしたら、おそらくこの形を追求できる企業でしょうね。自分たちのビジネスのサービスを変化に対応できる。ガソリン車が入ればガソリン車が入る、ハイブリッドが入ればハイブリッドを作り、電気自動車になったら電気自動車、どんどんデンソーさんの強くなるところですね。エレクトリックデバイスの比率が高くなればなるほど、あとはケーブルを細くしていけばいいだけですからね。投射費3分の1のケーブル、多分そういうのを開発してるんじゃないかと思いますけどね。ケーブルが何キロあるかというのを考えても、電装部品がかなり車の重さを持ってるわけですから、まあ僕だったら、どっかと電池の共同開発をして、今のうちエリクソンを買っちゃうかですね。もうガタガタになってるんで、エリクソンの電池を買ってですね、エレクトリックデバイスのケーブルの重さを 1g でも減らす、この辺なんかやると結構いいんじゃないかな。今まで散々なんていうハイブリッドを売りまくりながら、実は皆さんは電池を運んでただけなんですみたいな宣伝をね、電池の重さだけで子供の重さ1人分あったのをご存知ですか、絶対言えないですね、そういう話。はっきり言って、プリウスのカーレースはドライアイスで電池を冷却してるんですよ。だから CO2 は逆に増えているんですみたいな。言えませんね、そんなね。本当に。だから、デンソーさんには未来がある。なんか僕を拾ってほしいと思うんですけど。ここで拾うんやみたいなね。なぜ日本のガラパゴス、今僕はここで言ってるのは、変化に対応できない
国になって。冷蔵は会議は英語でやらないですか。やらないですか。なるほど。周りが海に囲まれた国の形をしているから、上下に、まあ、あのイギリスも同じなんですけども、イギリスは英語という国際用語を持ちます。英語という大会から遮断された状況下ではあまりの精神、日本人はほとんど英語を話さないですから、非常にドメスティックなあの議論になりがちでしょう、ね、思いますか。非常にドメスティックな、僕はよく社員に、君の言ってることは英語に訳せないよ、自分の言葉の中で関係代名詞を一つ以上使うの、言ってますか。何なんですか関係代名詞、僕と社長の関係代名詞みたいな、そこに代名詞はいらない。いや、ちょっと皆さんの脳みそのレベルがちょっと今測りかねてるんでね、どの辺狙っていいか分かんない。石川遼もハイエースを10個やるまでに8発ぐらい打ってましたからね。はい、見たかな、誰かの見ました、ハイエースバーンと見てくれる、うん、ねえ、お買い上げいただきますみたいな、良くいいね、本当に。変化する状況に対して貧弱な対応力とコミュニケーションとか組織の本音面化、これが実は日本の会社組織を一番ダメにしているもの、うん、どこだろう、段階の世代の人たちはもうがっくりですよね、本当に。早く淀川に乗ってどっか行ってほしいって気がしますけど、明日のジョーク、明後日のジョーク、どっちでもいいですからみたいな。うちの社員は何言ってるか分かんないですよ、こういうの。淀川、なんか、カーポートかと思います。それに淀川だみたいな。もうちょっと、私も結構。いくつ君？38です。38ね。ミスチルの桜井君でいくつなの？で、ほんま、もう一回も花火歌ってほしい。絶対うまく歌えると思う。自分の生活を第一に考え、でね、こういう段階の人たちが作った組織をずっと継承していくと、まあ、結局はあのクラブとも同じなんですよね。クラブの運動部でもね、うちの娘が、まあ、あの公式テニス部に、あの大学1年生だったんで、テニス部に。今まで文化系のクラブしか入ったことがなかった。もうなんか上下関係が厳しすぎて、なんかもうそんなやってられへんから入るのやめた。自分でダンスクラブを作るって言ってましたね。あの結局その組織体を継承してい、くと、そういうダメな習慣も同時についていくんですよ。彼らがやりたいことはそのクラブを強くしたいことではない、自分たちの組織のあのを守りたいということで、本来のテニスの能力を向上させるというところから外れていく、そこに陥りがちなの。本来上げるべき能力は何かということを考えて、それを最も効果的に改善するには、やはりユーモアやエスプリ、とにかく会社へ来て楽しいかどうかということが一番の指標になる。そこ、今日はあの佐藤さんのアンケートでアンケート取りすぎやと思いました。ほんま3ヶ月ごとに取られて、はい、考えることは思うんです。半年1回ですね、本当にね、僕なんか大抵あのボーナス渡した次の日ぐらいに取ってますからね。分かってるやろみたいな感じでね、うん、もらうもんもらったらやるべきことは決まってるやなって言いますよね。あとは自分の生活第一に考え、社会の理想を語らなくなった人もそうか、まあ、日本がダメだったら多分これが一番の問題じゃないかなと思います。つまり人間の考えの中に社会というものを入れるべきなんです。社会という概念を共存しない人間はいつまでたっても大人にはなれないですね。ここが一番よく、マズローのなんとかってあるでしょ、最一番上は自己実現、僕はその上にやっぱり社会実現というのを入れた。自分が社会でどのように評価され、その人の存在が社会を変えていったかというところを一番上に上げるべきだし、皆さん一人一人がそれを一つでも達成するために生きたら、こんなこと言わないでしょ、自分の生活を考え、ね、それこそ100キロマラソンの会長はね、自分のところのダッシュのためにやってないことだけは間違いないですよね、本当に。
ね、よくやってんなぁと思うんですよね、はい、うん、なんかね、そんなに難しく考えてないんですよ、会長さんに話聞いたら。そうなの、そんなに難しく、わしが好きなのはこの白だし醤油だねみたいな、ずっと3時間のうちに90分ぐらい白だし醤油の話されちゃいました一匹のことどう思いますかとか、ね、またそんな嫌なことばかり聞いてましたけど、ね、一匹じゃなくて俺は一ビリだっていうことを言いたかったですね。一ビリってわかります？わかります？一ビリっていうのは何か全部のユニットを完成形に美しく収めたがらない、ちょっと崩したがる。例えば先生がこの佐藤こんなんじゃダメだぞお前って立っておったら、先生が座る前にちょっと椅子を引いといて、先生がずっとこけるみたいなお前分かってんのかみたいな、せんでもええことをやってしまって、それで笑いを取りたい。つまり、僕が今日言いたいことの一つ目です。これをぜひそこには載ってないんですけど、まず、話題より笑い、これが一理ですね。話題より正しい、みんな正しいこと言う、正しいより楽しい。で、ちょっと一番上によく IQ だ、知能指数、 IQ より愛嬌です。そして PDCAより、PDCA より喜怒哀楽、いますか、うん、IQ より愛嬌、話題より笑い、正しいより楽しい、PDCA より喜怒哀楽、全部韻を踏んでるところ分かっていただけますか。こっちに行った方が21世紀は絶対に成功します。ですから皆さんがやるべきことは、親父ギャグを一個でも多く言うんです。わかります？親父ギャグ言う親父、親父ギャグ言わない親父より言う親父。この早口言葉を覚えてないでください。IQ より愛嬌、話題より笑い、正しいより楽しい、PDCAより喜怒哀楽。わかりますね。これをぜひ、ね。まあ、日本が、まあ、最も幸せだった時には世界の GDP の2割ぐらいを持っていました。現在はもうこの06年 9.1% ですから、もうちょっと今下がって 6% ぐらい。松下幸之助はダム式経営理論って言ってるんですよ。これカラオケのダムを経営してお金儲けるそのダムじゃない、水力発電。分かってるのかな、はいね、僕は、水力の発電のようにダムに叩いた水のように経営資源をいっぱい持たなあかんという感じで、そうするとそれを聞いてた中小企業の社長さんが、先生質問です、私は中小企業は日々の暮らしや大変で、そのダムの水というような資産や利益を担えるのが難しいんです、まずそれを教えてください。松下幸之助しばらく考えて、アンさんそれは祈ることですなって言ったんです。でみんなははって笑う、なんやギャグか、稲森和夫さんは笑わなかったっていうのを、僕は父の講演会で稲森さんにやたら宇宙の話を聞かされましたけどね、宇宙の真理を理解、その時ちょっとお坊さんになってた時期なんで、そうですか、宇宙を知るって難しいですね。稲森さんはそんなこと分かんない人間は経営者にはなれない、もう一つは経営には祈りの気持ちがいるんじゃないのかということを思ったと思います。僕は今現在会社独立国家、自分の会社が偶然に日本国の中にあるだけだ、だから納税も外交交渉というふうに、皆さんのように海外に海外しく働ける人たちをですね、
もうそんなこと考えるせない。僕らのようにドメスティックに固定された人間はですね、非常にこのなんとか生き様を、まあ、皆さんの余裕はおそらく海外の売り上げが半分は、日本がダメになってもギリシャがダメになっても人間が車に乗るのをやめない限り、我が帝国は繁栄するんじゃみたいなこと思ってるんでしょうか。ちょっと悪者にしたくなりますよね。なぜ世界にあのトヨタってもすごいですね。リーフあんだけ宣伝させられて、その充電なくなったらガソリンでも走ります。いやらしいことしますね。アクアじゃなくてアクアって感じですね。ほんとやらしい、いやらしい。僕はプリズさんめっちゃダサいと思ったんですけど、今見たらなんかあの形かっこよく見えてくる。トヨタマジックですよね。台数がいっぱい見るともう あれがいいように、つまりつけまつげをいっぱいつけてる女の子を見るとつけまつげがついてない人を見たらどうしたのまつげみたいになることでしょうか。まあ、これ今言ってみただけですちょっと言ってみただけの話を時々試してみたいんですで、まあ、ちなみにこの世界の歴史を振り返ってみましょうという、世界になぜビジネスが生まれたのかを考えてみましょう。本来人間は自給自足で生きていたわけでございます。ところが17世紀の後半に農業革命というのが起こるんです。どういうものかと言いますと、土地に肥料をやると作物が大きくなるということを発見します。それまで世界は教会が支配してましたので、作物は神様からの、まあ、贈り物ということだったので、土地に肥料をやるなんてとんでもないというふうに言われている。ところがこれによって余剰作物はたくさんできるようになる、状態化して商品というのが発生します。つまり余ったものがある隣の町にはそれが足りないのか、これを送ることによって利益を得る。ここで初めて商品、そしてこれを送るために商人という人たちが生まれました。それまでは作物を個人が自分が生きるために作っていたんですが、ここから発展して個人が人のために物を作れる。ここで人類が初めて生産の効率化というものを考えます。どうすれば効率よくすればいいかという。だからプリスとかああいうやつ もう全部効率が行き着いたんで、今度はエコなんていう新しい概念を据え付けてね、もう千利休にお茶の茶器の価値を作らせて領地の代わりに渡した信長と同じやり方ですよね。エコ、何がエコやねん。僕はいつも駅に子供を送っていくときにプリウスがまっすぐな滝駅に直線道路あるんですよ。だからそこになったらスピードが落とすんですよ。あ、このプリウス今モーター駆動になりやがったな、後ろから煽りまくったらお前のはエコじゃなくてエゴ運転じゃんみたいな本当にエコなやつは車なんか乗らへんのじゃみたいな、ちょっと入れてみました。でもなんかで、ここでの商人の目的は個人が利益を得るためでしょ。ですがここにはいつしか神の見えざる手による最善化の調整が働く、古典経済学のアダム・スミスが言ってることだ。例えて言うなれば、携帯電話が最初 NTT しかやってなかったことは高くてでかかったけども、すごくみんなが買うようになると値段が安くなって、コンピューターと電話が一致したよ、 iPhone のようなものが出てきました。つまり神様が消費者をプレゼントするように市場の最適化をしてくれるという、まあ、トヨタは強引な資本力で車とエコというものを一緒にしようとする。なんか東電っぽいですね、その辺はね。原子力でなければいつか石油がなくなる、30年前も聞かされたぞ、そんな話。そのくせ、自転車とかまた乗り出したりしてんだよね。どれがええの？マウンテンバイク、クロスバイク、ロードバイク？ね。どれがいいと思う？クロスバイク。まあ、ええとこ取りやんな、みたいなね。結局なんでドロップハンドル、ブレーキかけにくいし、怖いし、みたいな。2本の指でかけるのが2です。ここをちょっと出してみました。やがて個人は市場を通じて社会と結びつくようになる。
商品の流通単位が社会を構成する地域となっていたんですね。それまでは教会が社会を司っていたんですね。年に1回だからそこのコミュニティだけやってたくさん物が取れましたって言ったら、そこの村長さんに争いが起こるから燃やしなさい、それに祭りという手段を作ればいいんですよって、で実はちょっと教会もらってた、燃やすのもなんだから私たちが処分してあげましょうって言って、まあ坊さんが下がり物でプリンを食べるみたいな感じですね。ここも足してみました。そして大航海時代の始まりですね。大航海時代が始まった時に商品の世界的交易というのが始まるんですけども、彼らは旅をしている時に教会から離れたら神からの教会に行けなくなるか、守られてないのではないかというふうに考え、そして自分の中に神がいるというふうに考えて、これがプロテスタニズムの始まりです。しかしビジネスは1980年代までは競争が局地的であった。資本主義、発展途上国、社会主義、まあ、日本はここでしたよね。まあ、対ソ連、中国の、まあ、いわゆる共産主義の共闘法として長いことやってきたわけです。ところが1989年にベルリンの壁が崩壊することによって第二航海時代が始まる。今日本の土地や物はずっと下がってます、まあ、一つには通貨供給量が少ないということもありますけれども、やはり一番は海外から物を買ってくるんですね。つまり海外の物を買うという方は海外の土地と海外の人をレンタルしているのと同じですから、当然日本の人たちの付加価値は下がる。わかります。だからデフレーション、つまり最終的には世界同一価格になるまでこの争いが続くのではないかと私は思います。面白いこの話。面白いですね。企業組織はあとは半熟卵であるべき。まあ、だからね、何を言いたかったかというと、21世紀は世界競争の時代になってるっていうことを認識せずに、日本の中だけでものを考えていたら、だって私たちは、70分の1の人口の人間でしかないわけでしょ。だから人口を経て社会保障がダメだ。企業にも個人にも国境など存在しない。国は困るかもしれませんけど、私は困りません。だって年金もらわなきゃいいんでしょ。死ぬまで働いたるかなって言うたら、何でも言うんですよね。思いますよ。そんなことあると思う。俺は別にどっちでもいいんですけど。企業組織は半熟卵であって、最近 CSR、CSR 検定ってあるんです、知ってます。ぜひ行けると面白いです。年に2回やってる。オルタナっていうね、CSR マガジンがあるんですよ。知らん、オルタナっていう。でその CSR 検定、僕この間受けて通ったんですけど、これやると結構面白かったですよ。ぜひ CSR 検定チェックしてみてください。企業における社会的責任とかいうこの言葉によって、柔軟性が企業や組織から失われているんじゃないかなと思うんですよ。私はこれを食べ物に例えてみました。親子丼とかカツ丼とか丼物には卵がかかってるでしょう。この卵ってちょっと半熟の方がどうですか。美味しいと思います。帰ってください気を取り直して。佐藤さんどうですか。ありがとうございます。完熟が好きなんですか。完熟はマンゴーだけにしときましょう。で僕は、まあ、こういうです、ね、味の変化を楽しめるじゃないですか。混ざったところとかね。そんなに、まあ、すき焼きの生卵どうなんだよみたいな。あれもじゃあゆで卵入れてくるんかっていうのはどうなんですか。それはいい。それはいいです。ほんならもう牛丼に生卵を入れるやつの気持ち全然わかりませんね。一応理論を通ってこれで本当はいやそれは大好きですって言うと欲しかったです。ちょっと盛り上がったのにちょっと空気読むことを覚えてくださいね。もう二度と当てんとか。で僕はフードコートでピーターパンに行ってですね、カツ丼セットとかあるわけですよ。でもなんかありません、カツ丼食べたい時とか。でちょっと俺半熟にして僕が好きやからして分かりましたって言うけど、出てきたらカチカチのやつが出てくるわけですよ。なぜなんだって。
考えてみると、もし半熟で出して食中毒でも起こったら、フードコート全体閉めなかった。つまり、一顧客のための欲求を叶えるために全体のこの満足を損なってはいけないという概念に基づいて、おばさんは、完熟にして出しているのではないかと納得しているわけです。でも僕は時々それを試して、半熟で作ってくださいね。トラブルに対応できる柔軟な組織とは何か、実はこの半熟な部分ではないかなと僕は思いましたね。少なくとも弊社の自身からの再建は、半熟ゆえの自由活発な議論、理由なき元気、反抗じゃないし、理由なき元気のおかげです。僕はうちの会社の組織を文化祭前日の枠どき組織、朝って本当に文化祭やるんですけど、朝の10時から夜の8時ぐらいまで延々僕らの話を聞いてもらうんです。今こうやってやってるやつを20分で喋るんですよ。どうすんのかなと思ってね。ほとんど飛ばさなあかんのです。今もう1時間ぐらい喋ってますよね、これね。13枚で1時間。ですよね。で、ここなんですよ。学祭ってわかります？日にちは迫ってんのに人は来えへんし、ポスター書かなあかんし、模擬店やらなあかんし、どうなんだよ。でも明日どんな人来るかなってワクワク。つまり明日に期待できるかどうかっていう。明日に期待できる人だけが今日頑張って仕事ができるわけです。この学祭の前日を実現したらいいわけです。これですね。だから一応僕はこれにてディベート、ディスカッション、ダイアローグ。できる組織はこっちからこっちへ進むんです。これは小沢一郎さんがもらったんです。それはディベートやったり。ディベート。あれね。そんな検察審査会が控訴をする前に党員資格を解除したから、それはちょっとフライングしちゃうと思ってて、あの人を控訴されて。でもある人が僕にこういうこと言いました。山添さん、あれはね、あいつらはもともと検察が追起訴しないものをやってるわけやから、単なるクレーマーだ。絶対控訴すると思ってたから、あえて前の日にやったんや。そこまで考えたとしたら非常に賢い戦略だなというふうに思う。それはディベート。ディベートは今僕はこうやって一方的に言ってる。言葉は聞こえないよりはいいけれども、皆さんは反論する機会が与えられない。半熟の方がいいんですって言って半熟になっちゃうんですね。バナナの王様もそう言ってるぞ。それは完熟を。この歌いい歌だなと、カラオケに入れてくれたらちょっと歌いたくなりますよ。その次はディスカッション。これが最後。まあ、南の島じゃないです。それは最後。検察側と弁護側が先ほどにやって、一つの問題について議論するが、絶対相手の意見に同情も同調もしないんですよ。だから、でも、言い合えないように、普通の組織はここまでです。でも、大事なこのダイアローグ。ダイアローグとは、対話による気づき。何か一つでもいいことを見つけて、そこから変えていこうとする考え方です。これができる組織がいい。気づきのある組織、話し合いができる組織ですね。これ、佐藤さんがいろいろやってるその活動は全てこの、働いている人に気づきをもたらすため。そうですね。ね、気づき。でも、昔の伝奏さんは気づきじゃなくて、頭突きの組織だったんですよね。こんな技術使えるか、アホ。お前のしょうもない理論で実験なんかしてるか、ボケみたいな。わざと悪いデータ出したら、もうバネ折っとけ、最初から、みたいな。どうせ失敗するで、こんなの、みたいな。知らんけどね。ケーブル3本ぐらい切っとったらいい、みたいなね。まさかの時のためですよ、みたいな。バレたらそういう言い訳にしよう、みたいな。気づくできる話し合いのできる組織は必要です。ですね。僕はよくその中小企業の人に言うんですけど、よく大企業と中小企業で比較されて、私たち中小企業っていうのは実は中小零細企業の略語、中小零細ですよ。自分の足で立つこともできないという意味なんですよ。零細零細でもそれじゃあなんで比較されるの。大企業って言われるその一部上場企業は全企業数のなんと 0.4% しかないんです。99.6% は中小企業で非上場企業なんです。
じゃあなぜその99.6%を無視して 0.4% の人たちを見ていろんなことやるのかなって僕は思うんですよね。そんな顧客満足度調査でね、実は 0.4% の人たちに特化して実現しましたって言わない。なぜか。その方がマスコミにとって簡単だ。都合はいい。僕みたいな人のところにマスコミがその経済のことで取材に来ない。景気不景気、そんな全く関係ないです。100億以下の会社に景気も不景気も関係ありません。僕だったら言いますけど、うちだって増収増益しかないんだもん。今食品どころじゃないですよ。寒天の力がなくてもうちは成長してますから。寒天売ってない。違う寒天で商売してますから。だんだん塚越さんのおでこがどんどん広くなっていく感じがね、どこまで広くなるのかなっていう気がしますけどね。なぜ中小企業ができたかという理由、皆さん覚えてください。日本では1950年代に銀行は小さな会社にお金を貸す不動産担保融資というのを発明します。企業をやるときに土地や建物を買うとそれを担保にお金を貸してくれる。世界初めての発明です。これよって私たちはまだ50年しかない新人類です。でも歴史の頃の中小企業の社長かもしれません。なぜかというと大企業の社長ってみんな PTA の役員と一緒でしょ。4年間何をこうね、四半期ごとにね、皆さんのおかげでつつがなくみたいな、何にも面白くないじゃないですか。でしょ、あの経団連の人とかね、大丈夫って言いたことありますよね。しない。経営は社長による実験です。実験とは何か皆さんもよくご存知でしょう。実験とは仮説を立て、それに基づき実証実験を行い、そこから得られた結果を公式にしていく行為。ここから大事。次の人は他の人が作った公式であっても、その公式を元にして仮説を立てる。物理科学は150年で加速度に先歩したのはこの仕組みを作ったからです。ところが日本における経営マネジメントというのはこの公式の上に立てない例が多すぎるような気がする。だから僕は社長がやるべき実験を規定しました。2つの会社が、横軸は時間1年3年、縦軸は投資。パッと見 A 社の方が B 社より投資額が単年度で多いのは分かります。税理士や経済の指標の人たちはこれ真ん中でズバッと切ったら、このスライスした面は投資と利益が同じでしょう。これがその損益分岐で、これより下に下がれば利益が投資より増えて、上の方は投資がより利益が減る。だから大抵上場企業は自分たちの投資に対して利益が多いことを強調して株価を上げようとする、人の金で商売しようとするからです。でも例えば僕らのものづくりの会社はそんなことありえない。どうなるかといったら、ずっと設備投資をしていくんです。ここに小さな穴が開いてる。ここいっぱいになったらポタポタ押してるんでしょ。これが製造業、ものづくりの会社の利益、特にうちのような開発ばっかりやってる会社からする。つまりこう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 、会社としてはついに利益の前に必要である。よって A 社と B 社がもし同じ規模であれば、投資額の A 社の方が利益も多く出て節税も多く可能である。トヨタの人に僕いつも言う、うちの稼働率で機械結構動いてなかったし、稼働率 30% 目標なの。トヨタ赤札だよみたいなことをよく言われる。縁起悪いこと言うよね。しかしこれ動いてないように見えて仕事してるんですよ。何の仕事？原価償却という仕事して税金を安くしてくるんです。あれ受けない？税法は企業の利益の再投資に優しく、企業の資本家の回収に厳しくできています。これは世界中税法がこうなっています。つまり会社の経営とマネジメントとは、投資の額の連続と投資の正しさの継続を求める行為なんです。これが実は経営者、マネジメントがやるべき実験。まず投資の額を連続的にやらないと加速度的成長はしませんし、一個一個の投資が正しくなければまず連続した投資ができないからです。何にもやってない会社ってあるんですよ。昔からの仕事ずっとやってるような会社、こういう会社は社会から本当に必要とされてるのかなっていうふうに私は思いますね。イノベーティブな会社の経営者は必ずいろんなことを挑戦しています。
やっとうちの会社、まあ今年やっとこの20億を超えまして、まあ、約 7% 売上が上がってます。で、100名ぐらいの会社です。これが経営理念。経営理念の価値観を1から4まで入れたのと思います。で、5番目だけ僕のうちの環境性は独占を持ち、迅速確実安価快適。早くて確実安くて快適。快適とは何か。楽しい。うちの会社やうちのとコミュニケーションしていただいたら楽しいでしょ。これです。正しいより楽しい。これが一番の。だから、万境製薬というエンジンを皆さんの組織につけませんかっていつも言います。そうすることによって皆さんの会社は楽しい会社に。正しいことをして日本は20年成長しなかった。そろそろ正しいを楽しいに変えるときですね。薬って草がむりに抱くとか。草っていうのは草根も木皮から薬で最初作ってたり、その草を使って人を楽にする。つまりうちは薬を作るだけでなく関係する人々を楽しくしないといけないというミッションを持っているわけです。しかし製薬会社で楽しいなんていうことを丁寧に挙げている会社はありません。あとはうちの会社は営業部がない。で、震災より70倍の成長しました。営業部を持っています。本当に会社に営業が必要なのか、私はいつも思っているわけです。まあ、うちの会社、こんな6つの課があるんです。まあ、特徴的なところは GMP 型品質保証。製薬会社というのは、WHO が作ったそのオペレーションマニュアルに基づいてやっているんです。だから、グッドマニュファクチャリングプラクティス。すべての世界中の製薬工場はこれに基づいて仕事をしている。だから査察も国際共通。だから僕らは40年前からそういう意味では世界共通の基準でやってる。小型社はなかったと言えましょうね。アメリカね、が TPP で慶応の枠外せって言ったらどうなるんだろう。どうなるんでしょう。伝統さんにとっては関係ない話ですよね。そんなことない。なるほど。やばいですね。アメリカのやつに変えられる可能性ありますもんね。今まで部品が小さかったからうちの部品しか使えなかったのにみたいな。こんなまた韓国勢の部品に全部やられちゃうみたいなね。この間僕韓国行ってヒュンダイのね、かっこええセダン、ね、こんな日本で売ってたら絶対買うのにな。プラムの半値でプラムよりかっこよかったです。大きくうなずいてますので、そうですか。あとは品質保証化、まあ、いわゆる消費者のためになっていく、健康を守るために内部監査を常にやってるような組織。製造部はちょっとでもいいものを安くて作りたい。品質保証化とか GMP 化はそんな続けて作るとコンタミネーションが起こるかもしれないので、いっぱい作っちゃダメ。会社の中に、保健所と警察があるみたいなんですね。経営品質。私どもでは経営品質は企業総合力強化というふうに理解しています。多様化するニーズのため、商品力だけでなく、使いやすさ広告、企業イメージ、店頭の印象、販売量の対価、アフターサービス、これらを統合する組織力、さまざま求められる。まあ、よくブランド力ってこれでしょう。つまり、ここで注目したいところは、これは全て顧客から見た価値なんですよね。デンソーさんの CM でやっぱりちょっと欠けてるのは、顧客の価値を商品力として宣伝してない。やたら未来の姿ばっかりやって、子供を使って騙しの CM ばっかりやって、あれは良くないですね。子供好きなんだよな、デンソーの CM。私が免許を取るときってあれでその宣伝でしたっけ？違うかもしれない。IC か。まあ、みたいなもんですよね。シュンペーターという経済学者は経済発展の担い手であるとイノベーションと言いました。イノベーションには5つあります。新製品を作ること、新しい作り方を考えること、新しい売り先を考えること、新しい規制を考えること、新しい組織を作ること。言い方を変えればイノベーションにはこの5つしかないと思います。企業が必要なのはこれをできるリーダーだけなんです。ありますね。これできない人はどういう人かというと、言われたことを言われたことをやるだけの人。ただのワーカー。ワーカーあります？
経費率が追求するのはリーダーを育てられる組織づくり。わかる。この佐藤さんリンクで僕もジャスティスについて語ってみましょう。ではどうすればこういうリーダーが育つんでしょう。これ佐藤さん使ってもらっていいですから、このクリップ次から使ってください。リーダーの育成に最も必要なことはトップが部下に正義感を教えることです。これは真面目であるということとは意味が違います。ここでの正義感の意味とは、何かを背負うために何かを捨てる勇気あること。君のために妻を捨てる。組織は何を捨て何を背負うべきかを各人に毎日問いかけていくべき。現代は個人が組織の使命にはまる正義感を発揮できません。例えば新入社員が、僕はこの会社であらゆるデバイスをやって環境に優しい車を作って車体重量をどんどん軽くしていきたいと思います、バカかお前はみたいな、トヨタさんあってんのうちなんだよみたいなね、もう車乗り換えてこい、よくそんな車でうちに通ったなみたいなね、社会をどうするかだけ、どうやって利益を上げることが一番大事なんだよ。そうするとキャリア教育を受けていた学生は骨がいわゆるガクッと折れて辞めちゃうわけです。つまり企業は利益の極大化ばっかり、そこで生き合いを求めている人とは違うわけです。うちの会社は逆です。うちのテーマはまず1番目に自分が元気になる、2番目に自分以外の誰かを幸せにしよう、3番目にお金を儲けよう。かっこいいじゃん。かっこいいこと言わないとダメなんです。あなたが背負いたいものは何なのか、そのためにあなたは何を捨てれるのか。佐藤さんはまずアンケートにこの項目を入れるべきです。何を捨てれるのか、佐藤さんという上司を捨てるこれから全てを、ちょっとね、佐藤さんのコントロールが細部に渡りすぎだなっていうのを僕はいろいろ見てて思った。もう少し自由にさせた方が、佐藤さんの人気は上がると思います。だから、あなたにとっての正義は何かということを、ぜひこのフリップをやると、佐藤さんの講演はもっと哲学的になると思います。バンキューサイクの9年で顧客満足を大事に上げてるから、本当は働いてる人が幸せだなんてね、会社従業員の幸せのために、塚越会長っぽいですね、いい会社。でも僕言うんですよ、経営者も幸せになりたいです。塚越会長の話聞いてたら、もう俺そんなこと要しませんみたいな。庭広すぎますって感じでしょ。いなって言えないですよね、塚越会長は言われたら。いな職員なんだね。ではこれをどうすれば実現できるか。これを理解できるなら経営者の価値ですね。僕、いろんな組織から申請書見てくれって言われてよく見てるんですけども、アセスメント基準書通りに記入しようとして苦しんでいる PDCA を PDCA なんて紙に書けるはずがない。図解するべき。申請書には現地審査。だから社内アセスメントの一番の欠点は外部の声が聞けない。ここでガツンと幹部をボロクソに言われることでショックを受ける。ここの効果がないわけです。わかります。あとは申請組織が評価される他にない社会的価値。この会社がやる活動によって社会はどう明るくなったのかということをもっと書かないと。でしょ？車に乗ってない人にとって電装の価値は一体何なんだっていうことなの。子供にヘルメットをかぶせて工場見学をさせることでしょうか。カテゴリーに企業における社会的責任の視点とカテゴリー8の結果形をもっと重視すべきじゃないですか。私はね、この企業における社会的責任というところをすごく考えるようになる。中小企業にそんなこと関係あるんだと思う。はっきり言いましょう。一番社員が成長する方法は業務ではありません。社員が成長するのは会社以外の人で会社以外のことからで褒められたこと。ボランティアで100キロマラソンしてすごいいろんなこと学んだでしょう。会社も関係ない。そしてその会社以外の人、つまり会社以外のことで会社以外の人から褒められた時に社員は初めて成長するんです。じゃあ会社は何のためにあるのかというと、そういうことを参加しても照れずに参加できるための免罪符です。あ、安島、今まで君がちょっと引っかかってたことは今解決したと思うんだよ。そこよし、分かってる。君はきっと出世するぞ。例えばゴミ拾っても一人だったら何かお前してと思われてみたいな。でもこれ会社に言われていやいやもやってるんですよみたいな感じでやることによって、しかしなんかうちの社員でこういう社員がいました。
毎月月何回か清掃活動して、僕のところに来て、社長、こんな暑い日にゴミ拾わしてたら CS 上がっても ES は下がるんじゃないですか。つまり顧客満足は上がっても従業員満足は下がる。でもその社員がある時、僕にコーヒーの缶を持ってきて、これ見てください、どうしたの、いつもありがとうって前のおばあちゃんがくれました。あれ、お前 ES 下がるって言ってたじゃない。で、例えばこれなんて経営者の僕がどれだけ教えようとしても教えられないことだと思います。これこそ会社以外のことで、会社以外の人から褒められたことによって社会というものが彼の中に存在した瞬間、ここです。だから佐藤さんが今後やるべきことは、社会的価値をどう社員に意識づけ、それを実感させることができるかというところを特化されるといいと思います。地域社会から必要とされる会社、簡単なことを言えば、伝送の隣に住んでいる人がこの会社のことをどう褒めるか、その人が褒めなかったら本当に会社、社会から必要とされるかどうかは怪しいですねっていう、かなり厳しいハードルをつけるです、ね、僕最近法政大学の坂本先生でよく仕事をするんですけど、障害者雇用の件についても坂本先生は、4% ぐらいいかんとあかんで、そこのデバイスを開発するといいかもしれません、ね、そうすると結構いいかもしれない。障害者の子を雇うために伝送オリジナルのデバイスを作って社内のバリアフリーより広げました。そういうふうなことをしていくと、社会に必要とされる会社に近づいたという、車のデバイスじゃなく人のデバイスこそやるべきだった。これにすることによって、うちの障害者雇用は 1% 上がったとしたら、これは世界に表明できる素晴らしい活動になるのではないでしょうか。これは2万円ではできない。次ですね、カテゴリー8の結果形については、各カテゴリーのリンクの重視と経年のグラフ化、うちのやつ見ていただいたらあれですけども、結構結果系厳しくいっぱい書いてます。それこそ経費室の審査の人たちにも、なぜこんなに結果系がいっぱいあるんだって言われました。結果系がない活動なのはただのお題目だからです。きっちりとした活動だから、僕は佐藤さんにさっき結果系についてもっと聞かせてくれて、活動仮説を立てて活動し、その活動からどう何が得られたかということを申請書に書かないといけない、そうすると PDCA は回らないということなんです。ここ結構うちの結果系グラフ一つ一つに哲学が込められている。ここがこのうち以降の申請企業が築いた点、何のためにその活動をしているのか、そのグラフからどういう哲学が読み取れるのかを一個一個書けって、あとはマーケティング的な部分の経費が必要。マネジメントはマーケティングとイノベーションの両輪だとピーター・ドラッカーは言っています。ところがマーケティングの部分は経費率ではカテゴリー3、カテゴリー4、カテゴリー5、6、この辺でバラバラになっちゃってるあれです。マーケティングの部分をどのように申請書にクローズアップする、つまりマーケティングなくして企業の存在はないと僕は思うんですよね。そうですよね、うん、いくらデバイスが素晴らしいものがあったとしても、ほとんどの人は車の顔を見て買ってるんです。誰も車なんか乗らない、カタログ見て買ってるでしょ。シャディかって言いたことありますよね、本当に。なぜなんでしょう。僕はもっと車のテールランプに注目すべきだと思います。テールランプのダサい車に僕は乗りたくないんです。だから伝送さんがもしやるとしたら、テールランプがかっこよく光るようなデバイスを作るべきです。わかります。で、車内で自分のテールランプがどういう風に光ってるか見えるモニターを作るんです。絶対入りますよ、これ。僕、LED のテールランプつけてるんですけども、自分が見えない悔しさ。わかります。走りながらテールランプが見える。高速で急ブレーク踏んじゃいました。ダメ、ダメ、ダメ、そんなことしちゃう。デバイス。例えば、もし、アンチロックブレーキの決めについてやるんであれば、自動車学校で急ブレーキの部分を緊急回避としてやるところをスポンサーつけてやるんです。わかります？伝送が作ってるアンチロックブレーキシステムを作って、それを急ブレーキ講習ってやるんです、ね、そんな勝手に
コンピューターがセンサーを持って止まるなんて人間の対価を促してるんで、こんなんダメだ。ちゃんとブレーキ思いっきり踏んだ時に車はどうなるかということをやると、電装のデバイスの入ったブレーキシステムのある車を教えてください。まあ、そんな人来ないと思いますけど、なんかね、それをやると、ぜひ佐藤さん、本社に提案してください。自動車学校がもしかしたら顧客かもしれないという。こんなこと食べて教えてもったいないな。大久保幹事だったら100万とかですね、これね。ついこういうこと言っちゃうみたいな。この間、トヨタ社会来た時も言ったんですけどね、君たちはハイエースを作っていながら、ハイエースとアルファードを作っていながら、両方をなぜ融合しようとしない。ハイエースを買ってる人はみんな自分でカスタマイズしてるじゃん。ハイエースの形でアルファードの内装で出せば絶対売れるんじゃみたいな話。わかります。で、延々ハイエースの話ばっかりしてるんですよ。私がこの活動を入れた本当の理由についてお話しましょう。医薬品製造受託業って僕らいろんなお客さんから言われて、いろんなことをやる。顧客要求は厳しく、顧客から要求されるパーティションの社員を入れたと思います。皆さんはおそらく実験の結果系しか求められないでしょう。僕らは社内に来て、うちの書類を全部振っていくんですよ、定期ささす。そういう時に、番業さん、この書類、陰圧が一定じゃないですね。陰圧何ですか、あんたが今してる陰気の圧力のことをみたいな。そんな思ってても言っちゃダメですけどね。ハンコの色が違う。こういうのを理由なきハンコって言うんですよ。まあよかったね。これまた今初めて言ってましたね。理由なき元気からのコラボっていうこと。例えば、ホチキスの止める角度が違うとか、ね、こういう組織はバラバラなんだよ。わかりました。リコの相談付きのコピーを全部署に買いますみたいな。そういう時に、この荒島君みたいな、眩しいミスチルみたいな顔で、こうやって、今日なりますっていう、バンドを応援してみたいな顔をしないといけないんですよ。そういう歌を歌えよって言ったんですけど、奴隷でしょ。それこそスレイブ化ですよ。これじゃいけない。リッツ・カールトンのクレヴ、こう言ってます。リッツ・カールトンとは、紳士淑女の皆さんを紳士淑女の私たちが接遇するホテルである。わかります？お客さんにはレディーさんのジェントルメン以外来てほしくない。そして働いてる人間もそういう人間以外来ても勤められない。かっこいいっすよね。これや。だから僕はこう思う。うちの会社はですね、僕は昔はまあ結構ええとこの子なんで、育ちもいいので、プライドを持って、だって物を安くしてくれっていうの生まれて一度も32歳の時に言ったことない。関西で負けてくれって言うんですよ。これ負けて安くして負けてっていう、恥ずかしくて言えなかった。つまり地震でプライドを失った。万協製薬でここに勤めた子たちはほとんど中途採用の子たち、どっかで何かの人生のつまずきがあって道へ来た子たちです。彼らは残念ながら人生の中でプライドというものを感じたことがなかった。皆さんのように社名がプライドになる人たちは別でしょう。だから僕は万協製薬はこういうストーリーにしよう。万協製薬のストーリーとは、プライドを失った経営者とプライドを持ったことのない人が本当のプライドを取り戻すまでの物語で、だから伝送がもしアンバランスな部分があるとすると、トータルのプライストーリーがないからです。だから子供に逃げちゃったりするんですね。あとは CG の線でデバイスの電気を表現したりするんです。社会に飛び出してるやんその線みたいな。もう NTT 買っちゃえそこまでやるならみたいな。ここなんです。ストーリーが必要なんです。で、そのストーリーはこういうことです。皆さんの話はこういう話、一流の人間が一流の仕事をする。これはしかし残念ながら当たり前、トヨタの人はやって当然っていうわけですよね。前の担当者やったらこの納期もっと2割早く、しかも3割安くやってみてみたいな、いらんこと言うてくる。だったらよそから通ってみろボケみたいな、お前何一つできんよ、電話かけてくるぐらいしか脳ないくせにみたいなね。
そんなことないね。はい、そんなことない。なんかトヨタで仕事させてもらうかもしれないから。プリウス大好き、アクア大好き、ハイエース大好き、アルファード大好き、ちなみにアルフォートも大好き、コペもコパも大好きです。だからね、その僕らは会社は、まあ言ったら僕らみんな二流の人間、しかし二流の人間が一流の仕事をしたときに、ここにはドラマが生まれるんです。そうでしょ、あらゆるドラマはそうじゃない。みんなが協力してそういう人たちを凌駕する価値、僕はそういういわゆる新選組のようなストーリーに置いているんです。私の会社、日本の製薬企業のランキングはやっと400番ぐらい来たところ、2000番台中分でも、スタートした時はランク圏外でした。わかります。もちろん1位は武田薬品、まあ、5兆円ぐらいの企業か。どこまで番狂製薬が登っていけるかを、なんか対抗期的なストーリーで語ってみたいと思います。まあ、対抗期っていうと、もちろん社員が何のことかわかるよね。聞いて、宮崎君、対抗期って何？うまい。こういう風にボケるんですよ。名前なんていうの？え、近藤さん、分かってくれるでしょ。こういうボケをかまさないとダメなんですよ。半熟とか半熟とか細かいこと言ってんじゃねえって言われてしまいますよ。そうそう、最有機みたいな話ですね。何か分からなくなっちゃう。そこでもうちょっと時間あったらガンダーラ歌えます。そこに行けもわって瀬川栄子にガンダーラ歌ったらどうなるか。生まれるのはいつもは。ね、自分で一人で喉黒飴って言ってしまうときない？舐めたらあかんとか、なぜ喉飴の歌ばっかり俺歌ってしまうの？喉黒飴みたいな、ね、歌う？あれしまう、うん、歌わないです。おお、歌って歌って。いや、喉黒飴。じゃあ、後ろ向いて。ミスチル、ありがとうございます。ミスチル歌ってもらってもいいよ。ミスチル。あ、どうぞ。じゃあ、歌います。喉黒飴。じゃあ、これ、もっとビブラート聞かせてみましょう。喉黒飴。喉黒飴。うわぁ、素晴らしい。食べたらあかん。これ舐めて。おいしい三千のど飴は。これノーベルっていう。じゃあ、3、はい。舐めたらあかん。舐めたらあかん。人生舐めずにこれ舐めて。おいしい三千のど飴。ノーベル。あなたと一緒にあのカラオケ行きたくなりました。今日来てた人たちのね、プロアクティブの歌詞は一体何歌ってるのかな。プロアクティブね、あのララ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 ラっていう歌が流れて、そこがキスしたいならだったっていうので、それを、まあ、全然関係ない話ですから、すごいね。こういうの佐藤さんちょい入れるんですよ。わかります。もう真面目ぶってたらもう半分嫌なやつって言われちゃうんで、だいたい見てくれちょっと怖そう、アイヒマン的な部分があるじゃないですか。アイヒマンかアイスマンか、わしは言ったけど、アイヒマンはやばいか。そうか、うまかった、そうそう。なんで瀬川栄子の話したんでしたっけね。マンク製薬の表彰リムの、3、4、業界に先駆けるビジネスモデルの追求でしょ。それから飛躍的な発展をさせたプロセス。この辺は普通じゃん、70倍だ。3つ目、人材が自律的に育つ環境と職場間の連携における組織の健全で継続的な提唱。すごい。これこそドラッカーが言った自ら学習する組織です。4つ目、優しさと気づき合うことを大切に常に迷路改革な組織風土を形成。組織が明るいって言ってくる。こんな受賞理由を取った企業はうちだけです。なぜならこれこそが PDCA やカテゴリー表現を超えて私たちが訴えたこと。働いている人は明るくて楽しく仕事してるのっていうことですよね。
そんなのアンケートを取らないとわからないんですか。うちへ来てみろよみたいな感じ。なんか僕は PDCA ばかりやるから日本経営陣のなんかダメな賞になったんだって言って、そんなことを何でもこれはなんでこうなってこうなったって、あなたそんな風にしてスナックの女の人を口説いてるんですか。僕が最初に来た時から始めようかみたいな、ああめんどくさーみたいな、あるじゃないですか。これはね、Do チェックアクション、わかります。仮説だったりプランチェックアクション、まず Do から始めるんです。それこそ Do it です。 Do it を見る前からまず Do をするんです。 Do CAP です。この順番なるべき Do CAP やってみないと検証できない。だから僕は結果系の8からやるべきだっていうんです。わかります？もしこのプランが間違った仮説をだったらもう全然良くならないじゃん。だからイベントいっぱいやれって言うんですよ。イベントいっぱいやったらそこでいろんな意見が出てくるでしょ。これこそが本当の意見。仕事以外のことで仕事以外の人たちがどんな風に自分たちのイベントを見てくれるか。これこそ会社を発展させる一番のキーファクターであると言います。だから、これですね。損得より情け、陸前の情けを優先するメイドインジャパンビジネスモデル。伝蔵さんはちょっと海外に足をかけすぎて、このメイドインジャパンの部分がね、ちょっと欠けてるような気がするんですよ、僕ね。もっとメイドインジャパン。だから、釈迦郷ひろみに歌ってもらって、ジャパーンみたいな。ね。言えないようなメロディーで。アラート三部作。私の夢、日本の小学生のなりたい職業や中小企業の経営者になるんです。伝送に入りたい、トヨタに入りたいじゃなくてね、俺が会社作って日本人をもっとハッピーにしてやる。僕の目的はそれです。残りの30年で日本人を徹底的に明るく楽しく変えてやるです。俺と同じ気持ちになりたかったらお前も社長になってみろっていうことね。その前にはまずこの会社で所長になれみたいな。所長か。本気で会社に向かってくる人材から強くならないんです。これをだから伝送の求心サークルで言った。君たちは なぜ伝送の荒垣とか伝送の佐藤とか言われる。違う、佐藤のいる伝送だって言われないと嘘でしょ。荒垣のいる伝送だ、ここですって言ったらなんかすごい受けましたよ。伝送の人求心サークルみたいなサブリミナル効果ばっかり追いかけていったらいけない。これはあまりパワーポイントが早すぎるっていう意味ですね。ここです。全然分かってもらえなかった。サブリミナル効果、何の意味か分からなかった。現場ピープルが多すぎた。だからお前の名前が前に来るようにしろみたいな。伝送なんて幻想だ、そんなこと言ったんですかね。でも僕は求心サークルを否定する発言してもいいって言ってくれたのはすごい英断地下鉄でしたね。彼ら全員主役の会社の変身だから、皆さん自身がもっと目立ったらいいんですよ。もっと目立って、佐藤さんおそらく自分の後継いでくれるような次の主役を探してるんでしょ。そのためにえ、しかもそこ大きくうなずいたのがいいとこですよ。これせっかくええとこ持って行ってんのに。そうなんです。僕みたいな経営者だったら自分の労働年齢を伸ばすけど、佐藤さんもやっぱり定年っていうのもあるし、もうそろそろ変わらないといけない時になってきた時に、俺がいなくなったら全部活動なくなったって嫌でしょ。だからこの荒垣に次やらせるべく、こいつはいけますわ、もうミスチル荒垣にやらせた方がいいと思う。マイクの持ち方がかっこよくて、そのために仕事と休みをバランス。ちなみにうちの会社の有給消化率って79%。そうそう。だから総務部の人なんか 1% も上げるためにどんどん、だって月曜日に今週誰休むって僕の前で話やってますからね。だからその12日が 100% なんて騙しです。老期に言うたら怒られますよ、それ。会社が有給休暇を10日以上取らないように指導してることじゃないですか。なんですよね。そのために仕事と休みをバランスを取る。これには利益の追求と職場での協力が伸びない。だって、
アホみたいに儲けてるんやったら社員に有給という形で還元したったらええやね、思いません？なぜ満足度が上がらないかというと金をもらえても休めないからです。あとは交代勤務とかしちゃうからです。僕、うちの会社は交代勤務は一切やらない。なぜか僕がやりたくないことを社員にもさせたくないからです。今のよかった。こんなシンプルなストーリーをなぜ皆さんは平気で言うわけじゃん。これあのシンガポールやってマレーシアやったら君らの半分ぐらいで10人ぐらい雇えんねんでみたいな。だったらシンガポールに占領させろこの国をと働いている人は思ってると。僕でどうしようもないことじゃない、私はどうしようもないことを言うわけですよね。それは国が悪いんじゃんみたいなことだと僕は思うんですけど、マーク製薬の社員にいつも転がれてもらってることやってからする効果、やらずにする効果の3倍の価値が、どうせ悔やむならやってから悔やもう浮気するんじゃなかったね。この穴だけは絶対なんか怪しい。実はもうね、奥さんが里帰りしてる時になんか危ないことしてそうで違うデバイスつないでたりデバイスってヤバイスだよ君。景品室の受賞するのは様々な仕組み作り、いつも気づきのある話し合いができる組織だから助手席だって言うから、ありえへん、そんなアリエリティですよ。本当はそれはできるコンピューターシステムの開発や改善がすごい。うちはだから基幹業務をもうずっと改善し続けてます。企業の成長は人材教育よりも仕組みの改善ないと無理です。だから佐藤さんがやるべきことはこの残された時間の中で佐藤メソッドを全層全体に広げることです。もう今まだ美濃の国を制圧したぐらいですよ。とにかくね、一個一個もう戦略かけていろんなデマあのやって上のやつを追い落としていくことが必要です。なんか僕にね、できたら佐藤さん間違いなく役員にしますけどね。ほんまにいいですよ、こういうあの経営者じゃもないのにこんなことをやってる物好きな人間が伝送にいたっていうだけで僕は伝送の価値をね、今度から車買うときは伝送の部品が使われてる。NGK の人の時は同じこと言ってるんですけどNGK のスパークくらいを使ってまあどこでも使ってますんで、日本外資が来たとかね、僕はコンサートは外資ホールでしか行かないことはしてるんですあといろいろやってる仕組み、これ高島君の名前で書いてますけども、お客さんの注文をばらけさせないといけない。僕らは季節商品を作ってる、まあ、夏になったら車買おうかとかあんまりないじゃないですかね。冬になったらね RV 車に乗り換えようとか、ね、そんだけコロコロ変えてくれたらいいですけどね。夏はオープンカーだよ、そんなオープンな人はいないので、うちは季節商品ばかりのスキンケア、春物秋物ファッションみたいな。だから、もうこれ何か言うと、ちょっと今立て込んでて、もう品切れしそう、納期。ちなみに昨年度、御社はこういうふうに注文されましたが、発注計画もうちに任せてくれませんかっていう。あとは、お客様が君たちの顔が見えないって言って、高島君は自分の写真を入れて、自分の電話番号を入れると、みんな高島のところへ電話かかる。お客様も写真で送ってくれて、こうすることで今までも石頭みたいだった人たちが変わってきて、これは後で高島の言葉から聞いた方がいい。おい何時までやる気だよみたいな感じですよね。あとはその生産管理の人たち同士がこうやってコミュニケーションを取るようになった。これはイントラネットですね。ここ情報交換とこう日報とか書いて、あのいろんなことをコミュニケーションを良くして、一言ずつ仕事以外に関係ないことを書いて、その書き込みを多い人を会社は高く評価する。だからね、冬になったらみんな鍋の話ばっかりしたがるんですよね。今日鍋したいと思うんです、何がいいんですから。Facebook と同じか、お前ら。なぜ食べ物、子供、何犬、ペット、この3種の神器を使いたがるんですよね。業務管理システム、まあ、この辺は皆さんもたくさんお持ちでしょうか。あ、これが成果発表か。あさっての。あさって来たらよかったんですよ。あさっての方向に行かなくてよかったですよね。そうそう、土曜日。
成果発表会とは単にもうみんな多分皆さんのこの会が早く終わって早く成果発表会の練習したくてたまんないと思う。早く帰れ連想って多分思ってると思う。単に成果発表するだけじゃなくて社員の発表パフォーマンスのためすらである。さまざまな表彰があり毎年笑いのパワーが増大してきて社員ビジネスパートナーとも爆笑の渦、つまり受けないとダメだって言ってるんです。全くうちの商売知らない人がパワーポイント見て感心したりしないパワーポイントはダメ。僕は全部のパワーポイントを手入れて直してます。もう一人宮崎駿状態です。成果発表会を開く理由、みんなの前でプレゼンすることで社員に自信を持たせ効果が高い。目立たない活動や人を目指せることに連想のパワーポイントでこんなに使えないでしょ。腹抱えてあそこのやつでイコールネタらしいでみたいな。うちの部員ちゃうねんこれやったら明日はバカのということもあろうって感じで言われてたらおもろいです。これがうちのスローガン。各課にはスローガンと目標が1個ずつある。つまり短期戦略は現場が考えてる。2つある。すごいし、これ全部2年分説明する去年と今年のやつやったらさ一日潰れますわ、ね、なぜこうしたかというストーリーを徹底的に語ります。ところが多くの会社は決算の次の日に今年今期はこれでいくって振り返る時間ってどこでやってんの感じですね。コンサルが作ってんじゃないの。あ、これが The first is a week、 second is a week、 third is a week。 毎年のスローガンに合わせて僕は歌を作っています。2017年青空がつながっていると決めました。まあ、これはちょっと震災もあったんで、震災のために励ます歌、去年はいっぱいいろんなところで講演させられました。被災地で、被災地の人を担当の講演の前でね、腕組みして、こんな顔してる、うわ、こんな KY の親父前に座らさんと、もっと被災地の人たちに前で聞かせてあげたらよかった、言って、なんだったんですか、その前の人たち。あの人たちが被災地の人たちです。3.11 から思ったこと、東日本大震災は日本の分岐点だった天災、私自身の経験以上のことが日本で起こり、日本人はこれから大きく生き方を変えざるを得ない。この後こそ日本のチーム力を強くするべきだと思うし、みんなにも自分の体験を伝えていく。いよいよ心の強さを求められる人。だから、ソクラテスの言葉にあるように叩けるね。Well, be。 阪神大震災を経験して、私は社会に必要される会社になりたいと切々思う。私の心は17年前の阪神大震災で2つ分かる。一つは環境制約など誰も必要としていない。もう一つは環境は日本に絶対必要。これって全く相反する考えでしょ。つまり17年間の日常はこの間に全部存在してたわけです。こういう人間が複眼的な視点を持たずに生きれるはずがない。ここが僕自身の人生をイノベーションに変えた最大のこと。皆さんは伝送がなんかなくてもいいなんていうことは覚えない。2つの心の中で苦しむからこそ、私が経営する環境制約は単に経営の数字を上げるのも目的なく、喜怒哀楽を重視する会社になったわけですね。つまり自分の存在などなくていいと思う人間、自分がいなきゃいけないと思う人間、この2つの人格が同時に存在するとしたときに、自分の日常を変えざるを得ないと私は思うようになった。これちょっとかなり哲学的なと思います。あといろいろな制度、モジュールにしてマニュアルを作ってそれを達成した人が給料上がる仕組み、キャリアアップ制度、それからマイスターブック、これはもうマニュアルを自分たちで改善していって、ジョブローテーション2年間でどんどん職場を変わっていくっていうやつですね。社長直行便提案書ありがとうか、ジョブローテーションを行う理由、よくトヨタはタック自公体をたくさん待ってる。嘘です。自肯定の気持ちが分かるのはその肯定を体験したことのある人間だけだから。男が女の気持ちを分からないのは男は女になったことはないからだし、女が男の気持ちを分からないのは女が男になったことがないからです。こんなシンプルなことがなぜ分かんない。お客様と言うなら下請け会社をもっと大事にしてやれみたいな。モジュール評価、これキャリアを一人一人作っていきます。
で、その面談を2ヶ月、2回ぐらい定期的にやって、その人自体の成長をきちっと作るのが上司の仕事です。これは社長直行か。必ず僕の手で書いて、2週間以内に掲示して、100% 採用します。励ましの言葉。だから、あさってはこれが、何百というのを社員がここでプレゼンして、その一番良かった人に賞をもらえる。アメリカ人と話しますよ。私はこの会社にどう貢献してきたかを皆さんに短い時間ですがご説明したいと思います。アメリカ人的パフォーマンス。中にはね、あまりも時間がないので、まず私が言う番号に丸をつけてください。提案書8番です。丸つけていただいたら次は私の話を集中してください。これが8番の提案です。みたいな誘導方法、泣き落とし、いろいろ。で、僕がつまんないと思うので、もう終わりって言うてますから。もうこのやつにはつけなくていいですから。そんなこと言わないですからね。もうちょっと面白いことを言いますけど。今日はどう思ってないな、みたいな感じですから。これがありがとうカード。褒めた人も褒められた人も500円ずつもらえます。人はみんな褒められにやんかつ。あとジムがあったりとか、これが未来工業もできない未来会社の未来系。会社の離職率が上がったときに辞める人にアンケートを取ったところ、社内で相談できる人がいない。同じ部署では相談がしにくい。じゃあ他部署を集めて、古くから入った人は長男、長女、次男、次女やってチームを組んで、会社がお金出して、飯食ってこい。領収書だけ取ってきたらお金出すから、何やってもいいよ。もう恋愛してもいいよ。ならあるチームが写真で持ってきて、これが今定番の形。あとは社員の誕生日を祝う誕生会、てんやもんなにとってもいいし、社長にどんなことでもできる質問か、あの人とあの人が付き合ってるって噂本当ですか、ちゃんと調べてきてありますみたいな感じ。2011年から口コミファミリー海外旅行、各社から各人10万円と1週間の休暇をもらい、それぞれのファミリーで季節を決めて海外旅行行ってくる。お、すごい。一番いいのロコのチーム、パリに行ったとかです。なんだっけ、この汚い建物。モンサンミシェル。東京タワーに戻ってきて。ですね。こんなんでも10万円で行けない。自分らがお金出して行ってる。面白いでしょ。こういうツアーが25個くらいあるんですよ。他部署をもっと見てみよう見学会とか、あ、これがダラソンね。ゴミを拾いながら走るマラソン。ダラダラ走るからダラソン。マラソンとすると行政がうるさい。自主走行会。これで捕ま、文句あるんやったら、バーベキューのやつを放火犯って言って捕まえたらどうだって言ってました。で、その結果どうしたかというと、まあ、売上総利益、まあ、約20% 目標にしてるんですけど、まあ、大体 25% 常に超えるような高利益体質でございます。売上に占める減価償却費、まあ、売上の1割は減価償却しようという、とんでもないことをやってますね。まあ、これ売上。まあ、1回落ちたんですけど、これは、ここにすごい、上がってしまったね。これをのければ毎年成長してるんです。やっと20億の壁を越えました。で、これは何を書いてるかというと、製造原価伸びるところできるんです。製造原、つまり固定費がそんなに上がってないっていうことを表した。まあ、今大体同じぐらいになってますけど。それでもこれは製造原価が下がったことによって同じ。製造部と品質管理の時間当たり付加金額で出しまして、うちの社員が1時間に出している付加価値金額、まあ、4000円が今約6000円ぐらい近くなって、2011年。すごくいい感じですね。こういうものを出すことによって、きっちり会社の能力、利益能力というのを抑えているところが、まあ、理科系企業らしいです。
クレーム発生率は、まあ、PPM 単位ピーター・ポーランド・マリヒューマン・エラー件数と金額花はどこへ行った知るかですねわかります？そこはわかんない別に君だけ話せるわけじゃないけどなんか面白い荒島君ね荒島丸という夢を送ったからですヒューマンエラー件数これ何やってるかエラー件数を増やそうという高速訓練で失敗ヒューマンエラー報告書っていうのを書いて失敗して書いたら1人500円ずつもらえます失敗したらお金もらえる始末書じゃない未来へ の不良を未然に防いでくれる件数を増やし1件あたりの金額を下げるのが目標ですねこんなことやってる会社もないですねこの辺は満足度不満足度極めて満足度が高くて不満足度が低いことが分かります業務についても高くしプレイオフについてもお客さんの、ね、工場設備についても品質、保証、開発について全体ほとんど 100% 近い、はい、離職率これはね、まあ、大体 6% ぐらいになりました昔すごい高かったこの辺ぐらいから経営品質やってるジョブローテーション。つまり全社員の中で 20% の人を職種を毎年変えていこうっていう全部の仕事を経験してくれる、まあ、技術者と技能者を交換するみたいなのを常にしているみたいな、うん、普通ですよそんな同じ仕事ばかりしてたら思んないやつ思いませんもう奥さんだけでいいですよそれは何を言って奥さんたるに韓国のグループあるんですけど、これが月光の月って言うんですか。屋上の月。新規承認品目、新製品を国に申請している件数。結構新製品開発いっぱいやってる。発売件数もこのぐらいやってる。地域コミュニティの共同開発事業、地域からの依頼でいろんなことやってるというのもだんだん増えてきてる。こういうのは地域に強くされる会社というのが一つの指標になります。で各指標書、まあ、いろんな賞をいただいています。あと提案書もどんどん増えてきて、従業員満足度、これかっこいいグラフでしょ。全部上がってるぞ、これ。いろいろ面白いでしょ。社内アイデンティティ達成度と、キャリア達成度、人事評価制度、番犬を他の人に紹介したい方、あなたの知り合いや友達や家族をこの会社に入れたいですか。技術者として入れたいですね。ジョブローテーション満足度、ジョブローテーションして満足してますから。こんなすごいでしょ。社内エンパワーメント、自分の力が会社に影響を及ぼしているという意識を持ってますから。一個一個の質問項目が極めてオリジナリティがあるものです。ワークライフバランス進展。もちろん、例えば社内評価に対してあなた満足してますか。面白いでしょ。その他の取り組み、いろんなことやってます。読書感想文コンテスト。工業界作って地域を変える。この春から工業界、商工会、法人会、全部の会長を僕はやることになりました。独占ですよ。独裁。絶対俺が町の歌作って CD 出したらいい。これが孫プロジェクトに地域の産品を使って、地域の高校生と一緒に化粧品を作る。誰一人こんなこと考えたことボランティアやったりこれね他の会社もこの活動をやらせてくれて他社でこの高校生が行ってあの商品をここなんか孫くりモンドセレクションモンドセレクションマーシュです抜けてますでどこでちょっとあの朝ってのやつこっちのフリップもいいねかぶってるとここっちに変えといてよ当日発表のやつだけあの僕古いのを使ってるかもしれないボランティア隊、ミームス活動、IS 一番いません子供たちに授業したりこれがいろんな活動ですね山中葉をきれいしたりダラソンで清掃熊野古道をきれいしたりこの授業を子供たちにやったり最後2つですね僕の皆さんに一番のプレゼントになる概念を差し上げましょう会社をギャッターやると社会この棒グラフこっち0でこっちが 5%ここがその会社が1年に出す利益だと考えてください。
社会的な活動をすればその分利益減ります。就業時間中にゴミを拾わせたらその分仕事は止まるでしょう。しかしここがゼロの会社が大きくなったら社会がダメになるじゃない。当然です。つまり会社というものはお金という物差しを持ちながら会社の中に社会貢献の考え方を一ミリでも増そうということです。組織が良くなるなんていうのはまた序の口です。社会を良くするという目を、だから荒島君が100キロマラソンで自分は何を学んだかということを伝送の社内に浸透させる何か、まあ、でも伝送の活動とは言えないからあれだけど、伝送の活動でそういうことをやっていって、たまには人を感動させましょうよ、ね、皆さんはいつもできて当たり前のことしかやってないじゃないでしょう。できるの先は感動ですよ。誰かを感動させる仕事したことあるんですか。お前はどうやねんって言われて、あんまり偉そうなこと言われて、この矢印を社内で見えるようにするんですよ、まず。この矢印。だから、佐藤さんは役員席に向けてこの矢を打って、打ち死にするかどうかしないけど、まあ、やってみたら、できるだけ社内にこれを出していくべきです。これは社内での話。この言葉は名言ですよ。会社というのは何のためにか。会社はお金というものさしもない。会社の中に社会貢献の考え方を意識しています。じゃあ、公的な機関って 100% パブリックじゃないですか。僕は日本で一番有名な経営者の岡本正明先生に聞いてみて。つまり僕たちは一生公務員には勝てないということです。バカだな、松田君。彼らにはお金というものさしがないから。お金というものさしがない人間には目標も目標達成も永久にあり得ない。タトゥーしてるかしてないかのチェックしかやってないもう一つ、21世紀の経営革新会社のあるべき姿。会社を構成する3つのエレメント、顧客、従業員、会社。一番いいのはここはいでしょ、まあ、なかなかこういかない。この辺ではお客さんと会社は幸せな従業員やサービスだ。ここはお前自分のことしか考えてない、会社もお金。この辺だと言うと、もう会社辞めた方がいいんじゃない、せめて自分のことを考える。つまり一つ一つは円に見えることです。実は円ではない。全く同じにならないとすれば、これはフィットネスクラブで使うバランスボールではない球体だと考えましょう。真ん中へみんながハッピーになろうと思って散歩をしてつなげるつなげるほど、ボールは物理的反作用で外へ広がります。会社の周りに社会があるとしたら、この矢印こそが社会を変える力になります。ここまでいかないと会社の社会における価値にはならない。結構僕の言ってることはだからハードルが高いです。社内でまず矢印を見えるようにして、次はその矢印を社外に広げた時に、伝送は社会のデバイスを作ってる会社だと言えるようになりました。だから俺に CM をプロデュースさせてくれって言いたい。子供も犬も使わなくてかっこいい CM を作る自信があると、佐藤さん、あの社長に進言した。松浦さんってどういう人なの。日本の今におけるガラパゴスコミュニティが構築した行政とモンスター集、二軸だけで争いたい。この三軸にしましょう。パブリック型企業にして、社会性のある中小、まあ、企業の地域社会の存在感が増しているんです。地域のゴッドファーザーになりませんかということです。つまり、この白醤油の、七福さん。七福ができることをなぜ伝送ができないかという反語を皆さんは、心の中に持つべきです。伝送はこれの100倍ぐらいのことができるはずなの。なぜ僕はいつも人の会社のイベントにしか出てないんだろう。伝送だったら120キロマラソン壊しちゃう壊しちゃう、それを一力さんと連携してやるみたいな、この裏切り者をみたいな、ね、あの恩和な会長が怒ったみたいな手に話してゴッドファーザーって分かります。あのマリオブーツの映画、あのぜひゴッドファーザーだけ見た方がいいです。だから佐藤さんはゴッドファーザーを見る映画会を社内でやるべきだと思います。パート3見なくていいから、パート1とパート3、ぜひそのつまりイタリアの移民がニューヨークで生きているためにコミュニティの中にネゴシエーターを一人作る話。彼は全ての問題を解決する。こういう会社になろうじゃん。僕は経営者の役割は地域社会のゴッドファーザー、そ
そのためには僕にはまだまだやらなければいけない。僕のファンを作り、僕の考えを日本中に広めないといけない。だから僕の戦いはもっと続きますし、僕の社会的ステータスがあればあるほど僕の言葉は人に届きやすくなるので、僕はできるだけ有名になろうとした。わかりやすいですね。単なる出たがりではない。そう、本当は出たがりでもあるけど、ね、はい。多くの人が企業という組織の一員となった現代においては、企業における社会教育こそが地域コミュニティの最先端。つまり、その従業員もその地域社会を構成する一員だったら、この教育は地域を良くするためのリーダーを作ること。つまり言い換えると、従業員教育は地域社会の最大のエンパワーメントだ。はい、お後がよろしい。Facebook の友達申請してください。ありがとうございました。こんな話、ただで聞けて、ほんまちょっと、もう、なんか車1台くださいよ。余ってるやつ。なんか自動食器で買ってきて。もしくはパワーフォークリフト電動式1台じゃあせっかくですから質問にお答えしましょう。どんなことでもちょっとこの眩しいから いですか。質問どうぞ挙手、はい、じゃあ今日はありがとうございました。非常に楽しくて楽しい。こんな話聞いたことないでしょ。そうですね、うん、でその中でちょっとお聞きしたいんですけど、いい、あなたもいい声ですね。なんで伝送者はこんな美声が多いのかな。ありがとうございます。なんかやってました。いえいえ、あ、昔でバンド組んでたことあるんです。いい声してますよ。まあそれはいいとしてマイクの持ち方が2人とも素人じゃん。こんな風に持たないですよ。玉木浩二かと思いました。どうぞ。その松浦さん その明るさ、うん、はい、そういう中にこう考え方がすごくしっかりしてると思うんですよ。ありがとうございます、はい、もう50歳ですし。そのですね、明るさとそれから一貫した考え方、これっていうのは生まれつきなんですか。違います。だから自信ですよ。自信、自信でいろんな目にあったんです。阪神大震災、大抵僕にの話を聞く人はみんな自信の話を聞きたい。今日は意図的にその話をしていませんけれども、 この本の折り目が地震の日だとして、こちらが地震の前、こちらが後で、もしこんな風に平らだったとしたら人はがっかりするんです。あの日を境に劇的に生き方変えましたって言ったら人はなるほど、つまりもうちょっと違う言い方すれば、あの地震を契機に頑張ったら会社は大成功しました。あ、そうですか。あの地震を乗り越えようとしたけどやっぱり無理でした。あ、そうですか。結局人が僕に聞きたいことは同じなんです。だからこそ僕はこの地震で自分が今まで隠してきたことを全部表に出してやろうと思います。つまりこういうことをやったら会社は潰れると思う。そうしたら僕は次の人生を歩もうと。ところがそうすればそれほど成功するようになったんです。僕の考え方で言えば、地震から17年むちゃくちゃやってるのにまだ潰れてないというのは正しい。その以前は社会や社内の調和ばっかり考えていたけどうまくいかないということです。だから地震の前からいろんなイノベーションに行き着きたいという考えはあったけれども、周りの人たち2代目だったから既存にいる人たちとどううまくやっていくかばっかり考えている。だからそこを変えてくれたのも阪神大震災です、ね、だからとにかく生き方を変えてみたか、本当に僕の人生は呪われた人生なのか、それともそうではないのかということについてどうしても知りたかった。僕が本当に自分のやるというようにやった時、僕の世界はどういうふうに変わるのか、例えて言いますとね、舞台に自分が立ってて地震で言ったら、僕が舞台の装置って手でパンと叩いたら後ろに倒れるじゃないですか。あんな感じ。自分の町も自分の会社も自分の仲間ももういなくなって、その日まで戦ってきた人たちが全部会社になどもともと関心がなかったように振る舞いました。僕にとってはすごくショックだったし、作ってた商品がかわいそうだと思う。
だからその商品をもう一度お客さんのところに届けるのが僕の使命。つまりもっと言い方変えたら、社会から必要とされてないということを初めて知った。従業員も経営者にも、そしてお客様にも、こういう思いを二度としたくないという。だから私は社会に必要とされる会社になりたいと思ったので、社会からの目線というのをすごく大事にする。今は社会に影響力を出して日本をもっと元気にしようというところになっています。いろいろです。17年間いろんなことを本当に考えてきたので、本当に一言ではそれは言えるような明確な理由があるわけではなく、ただしこれが最後のチャンスであるということだけは僕に分かっていたので、それをなんとかやってみたい、自分の人生に意味があるものであるというふうな思いをもう一度持ちたかったということです。だからもっと、だからこちらへ来た最初の頃は、僕のやってることは世の中に対する復讐だって言ってました。地震の時に挽救制約を必要だという人は誰もいなかった。だから今度もう一度大きな地震が起こったら、頭を下げないと作ってやらないと。ところが、外で話す機会が増えるにつれ、社員は僕にこういうことを言うよ。社長は外で話をしているのに、どうして私たちの前で話をしてくれない。そう言われるうちに、じゃあ、でも僕は神戸の時の社員を全員解雇したこっちへ来ています、ね。そういうことを言うことはやっぱり良くないことではないか。復讐でやってるんだっていうことを言いたくない。しかし話をすればそういうことを言わざるを得ない。復讐のためにこの仕事をやってるんだと社員の前で言おうとしたけど、どうしてもそういうことは言えなかった。なんかいろんなことを思えてきて、まあなんていうか、涙が出てきました。僕は言った言葉はこういうことです。ここまで僕の話を聞いてくださった皆さんに僕が言いたいことはただ一つ。君たちを徹底的に幸せにしたい。それが僕はこの会社をやっている一番の理由である。ということが僕から出ました。復讐という言葉は出なかった。だから先ほど言ったように、もう一度みんなで本当のプライドを取り戻そう。これが挽救制約の提案。よって地震以降から、以前から持ってたこと、地震から学んだこと、そしてこの町から、来て、いろんな人と出会ってきたことで、いろんな化学変化が起こり、僕たちはストーリーとミッションを持ったと言えるので、つまり、僕らのような会社や人たちが誰かを元気にするんだという使命感を持ったんです。今からちょうど1年前のことです。阪神大震災から16年ということで、元気で頑張っている会社を特集するというテレビ大阪の、その時に僕は自分が今まで一度も言わなかったことを言った。自分が地震の時に会社の跡地で引き剥がしてきた会社の敷石を出して、僕はいつもこの石を持って自分を励まして、神戸を離れたけれども神戸の人たちと一緒に戦ってきたんだ、そういう気持ちでやってきた、ということを初めて言った。なぜかというと、ふるさとを離れて再会していることに後ろめたさを感じていた。本当の復興とはその町で復興するべきじゃないか。そうするといろんな人からすごい反響、あなたのような人がいたって知らなかったし、まあ、高校の同級生とかね、いろんなことを言った。勇気を出してこういうことを言ってよかった。だから僕はカンブリアに出た時も、被災地を出ませんかっていうことを言ったんです。経営者の仕事とは何だろう。仲間を作り、富を作り、人を育てる仕事、しかしこれはインフラが整備されたところでないと役割を発せない。ふるさとは心に持って、いつか帰る気持ちを持てばいいんではない。あとはボランティアの人たち、あなたたちは本当に強い人たちなの。自分の傷ついた心を何とかしたいために行ってるんじゃない。ボランティアに行くのであれば、僕は被災地なんか行きたくない。
施しを受ける人間がどんなに辛い身になる思いをするか、僕は重々知っているからです。っていう話。テレビではカットされましたけど、最後に一言村上さんに言わせてください。このテレビをご覧の皆さん、1時間どうもありがとう。僕は皆さんにどうしても言いたいことがある。皆さんはこの度、生まれて初めて誰かの人生を思いやる優しい気持ちを持ったわけです。その気持ちを一日でも長く。で、終わったんです。カメラの指差したんでカット。といういろんな思いを持って生きています。で、東日本大震災が起こるまでは、そういうところは隠していました。なぜかというと、質問で、あなたみたいに全てを失ったら、私も生き方変えれますかねみたいなことを言う人が普通にいたんです。なくしてみろと。なくして僕みたいなことを人前で言えるか。お前なんか絶対無理だ。いつも思って、心ない人の言葉にいつも傷ついていました。です。中にはイノベーションとして震災の話をしていても、今日は松浦さん震災の話は結構です、どうしてお涙頂戴の話を私たち聞きたいわけじゃないんです、そんな話されたらこっちが突っ込みにくくなるじゃないですか、というようなことよく言われて、そういうもんなんだって思ったわけです。神戸の人たちが考えたことは世の中の人のためになっていない。であれば、そういう自分の特別な思い出を話して、後で自分が傷つくのは嫌です。昔の話をしたり、地震の話をすると、僕は夢をよく見るんです。僕の夢は大抵こういう夢です。夕方に自分の神戸の会社に、机に一人で座ってる夢。気がつくと誰もいないので、びっくりして階段を降りて鍵を閉めて自分の住んでる家に帰ろうとします。駅前には西大書房という本屋があって、僕はそこでいつも立ち読みをする夢の中ですよ。うまいことに西日が差して雑誌の中身は見えない。この本を買って帰ろうか、いつも行って入り坂でいっぱい引っ掛けて帰ろうかと、夢はそのぐらいで終わります。目が覚めると僕の会社も本屋も居酒屋も僕の街ももうない。愕然とした気持ちになるわけです。自分は17年間あの気持ちを追いかける、乗り越えるために生きてきたの。お前が思ってることはあの日に帰りたいってことじゃない。苦しい。しかし、誰にもそういう話をすることはできない。でも、東日本の地震があったときに、僕のような思いをしている人がきっといっぱいいます。人に本当の思いを分かってもらえない、話せない。そういう人たちのために僕は話をすべきじゃないかなと思う。まあ、村上龍さんにもそう言われたし、そういうことを言えるのは君しかないから思いっきり言った方がいいよ。僕らのビデオをいつか将来に見たときに勇気が出るような番組にしようって言われて、で、やったんですけど。でもなんか2チャンネルめちゃくちゃ書いてましたけど、こいつ書いてることはボランティアの気持ちをそぐようなものだとか、いろんな、この1年後どうなりました、僕の言った通りになってるじゃん。でも僕の妻は優しく僕にこう言いました。あなたがやったことは無駄なことではない。あなたは確かに地震の前と後では随分変わった。でもあなたが変わったことで幸せになった人がたくさんいるんでしょう。だからあなたは変わってよかったと言われ、本当の自分というものがどういうものであるかということは大事なことではないと思います。本当に大事なものは自分が必要とされているような人間になっているかどうかではないでしょうか。だから地震、いつからそうなったかといえば、間違いなく阪神大震災がきっかけであり、今も私の日常に影響を与え続けている出来事。言葉の重さ、すごく感じました。ありがとうございます。他に、うん、貴重な講演ありがとうございました。ありがとうございます。それで僕最初の頃におっしゃられてた、この講演をすると、いろんな質問が来る中で、子供の話をどういう
子どもの教育ですね、子育てされてるのかっていう質問をされてますって話してないですか。気分する。なんか皆さんそれでいいよ。そこでですね、僕なんでそんな質問がその出てしまうんだろうっていう観点で少し聞いてる部分もちょっとあって、はい、で感じたのは、うん、あのとても従業員を家族子どものように思って育ってくださっている、うん、それが一応家庭においても同じようにやられていて、うん、なのでそれが多分イコールになっているという回答が来るようなそんな思いがすごく聞いてついからそう言うわ話しなくて教えてもらいましたそれいい答えだね、めっちゃいいでそういうあの僕はね、あの僕のフェイスブック見てもらったらすごい家族のことをたくさん書いています。あの一番上の娘がこの春からその三重大学の医学部に入って、それまで僕らは医学部に行ってほしいと言ってたけど本人はそんな気なかったけど、東日本の地震の後現場で活躍する医師を見て自分もそういうものになりたいってすごく一生懸命勉強してくる。僕にとっては震災の時に一緒にいた唯一の子供だし、まあ、自分にとっては娘というよりもちょっと同志のような気持ち、共に戦ってきたんだというふうなことがあったのですごく嬉しかったです。他の子供たちにもそうです。ところが日本の社会ではなんかファミリーについて語ることを、そんなやつは仕事ができないやつだみたいなことを言う風潮がありましたよね、佐藤さんね。いや、あなた特別でもいいよそうあるんですよ、そんなプライベートを充実させることがね。僕はでももしうちの娘やうちの嫁さんがそこで死んでたらこんな話を皆さんの前にしてないんでしょう。でも僕が思ったいろんなことをやっぱり言いたいのはあります。そういう家族愛が逆に職そのメンバーの職員の方対してすごい出ていると思ったので、逆に聞いてみましょうか。そうなんです、聞いてみたいと思うかもしれませんけど、高島さんどうぞ私の再婚を応援していただきます、ね、はい、私一つ聞けるんですか。どうぞマイクで、あ、マイク聞いていただいたら、うん、マイクをもっと動くんだよ君たち、このマイクあげよう。もう一個欲しいわ。そのままの番号の練習向こうでやりますので、よかったら一緒に聴いて帰っていただいたら、フルバンドでご接待いたします。どうぞ。まして休みですしね。休みちゃうわ。どうぞ。そうですね、まあ、社長には、いつもですね、まあ、普段、こう言えないような家庭の悩みとかも、不妊治療。いやいやいや。まあそういう、こう重たいが近い。マイク。重たい話もですね。あの声の抑揚つけよ。重たい話。治療の話をでっかい声で。あ、なんかなんとかとかそんなのばっかり言ってる。重たい話も、まあ、あの真剣に聞いてくれてですね、アドバイス等もあのしていただけるので。あの本当に心の支えというか、あのやはりそういう話を真剣に聞いてくれる人ってなかなかやっぱいないと思うんですよね。でやっぱり社長もお忙しい中でそういう社員に一人一人こう目を向けてもらって、そういう心のケアというかそういう部分をこう話聞いてもらうというのはすごくこう助かる部分です。じゃあ高島君も一言どうぞ。一言、大丈夫ですか。入ってますね。入ってますか。そうですね、私もいろいろ大変だったというか、生活はいろんな大変なことがあるんですけど、母が心障なので、手術を 3年にわたって3回しないといけないのが決まってたので、もうやめるっていう話したら介護休暇を適用してもらったりとかですね。あと、夜しか来れませんって言うから、だったらお前のためにスナックを作ってやるスナック食うみんで、俺は毎晩そこ行くよって言ったんですね。佐野の方も言ってますけど、やっぱり一生懸命どういう人生をしてきたのかっていうのも聞いてくれるので、で、まあ、辛かったこととか、私が自分の中で分かってない自分のダメなとことかをはっきり指摘されてきたので、まあ、そういうところでは少しずつ自信を回復してきたっていうか、
自分を好きにまたなりつつあるっていうか、そういうふうに感じてます。ありがとうございました。ありがとうございました。僕もそうこの1年、1月で班長という立場になった時に、うん、その自分のメンバーに対して どういう関わり合いでっていうところは悩んでるところもあるところがあって、で、まあ、話を聞かせていただく中で絶対一緒にカラオケ行ってミスするのかな、心の距離をやっぱり近づける、まあ、うまくいくかどうかわからないですけど、参考になったなと思いましたので、本当ありがとうございました。やっぱりね、自分の弱みを見せないといけない。子犬がお腹見せるときにそんな腹蹴る子いないでしょ。こういうのをやるんです。だからその笑顔があんねんから、このこれをさ、これを見せるんですよ。必要以上にその顔いいな、その話みたいな、もう絶対人気出るよ。もう一回もう一回って俺だったら言っちゃういいですか。じゃあありがとうございました。次の方に。柴田と言います。昨年からですね、実はデバイスさんの方でちょっと仕事をさせていただいてまして。あなたは外の方。あ、そうです。はい、外ですね。で、この経費室というのはですね、まあ、この演奏さんのところでも、はい、見させていただいて、今少しずつ勉強させていただいていてですね、うんうん、やはりその考え方としては、はい、自分がいるから周りの人を幸せにするんだとかね、うん、まあ、そういうのは、まあ、地域社会の中でもやっぱり少しずつ自分自身は持ってるんですけど、まあ、特に会社の中でこれをやろうとすると、はい、地域の場合だとまだずっと住んでるというのではまだ一貫性があるんですけど、会社の場合だと多少やっぱり最初がどうしてもちょっとこうハードル的に何て言うのかな、高いというようなところがありますですね。まあ、この風土を作るためにどれだけ例えば最初から年数を考えとけばいいのかとか、うん、いうところをちょっと教えていただいたんですね。車から考えてる質問みたいな質問聞こえますね、うん、そんなこと関係ないと思いますよ、うん、何年かかるかをやってみないとわからない。じゃあ3年ならやって5年ならやらないのってことでしょ。そういうふうに、まあ、やっぱり思うところもあるかなと思ってまして、つまり景品室の風土作りなんて別に終わりないじゃないですか。ずっと続いていって、それがそのみんなに受け入れられるならゴーイングコンさんだし、ダメだったら変えていけばいいし、それは生活のようなものじゃないですか、企業における。だからどうしたらそのなんていうか、夫婦は何年一緒にいると仲良くなれるんですかねみたいな、もうそう言ってる時点で仲良くなってことじゃんみたいな。そうですね。で、うん、あとまあ実際まあでも僕はね。そんな研究職で別会社の人と一緒に働いてうまくいってる、その仕組みはすごいと思いますよ。なんかこんなんとこんなんでやってましたけどね、逆にそんなことやってる会社は極めて少ない。確かに少ないです、ね、でしょう。そうね、どういうことだか、今それここでちょっと実は考えないといけないのは、はい、例えば、私自身が、うん、まあ、ある年齢なもんですから、うん、例えばね、ちょっとやって抜けてしまうと、うん、やっぱりもう最後までやるんだという意思を自分の中でも持たないといけないかなというところだけはちょっとありましてですね、はい、うん、で、まあやはりこれだけやったら例えば 2,3 年では少しは定着できるとかね、それとも 2,3 年の間に最低に移転になる人を持っていけばやれば風土が作り始めれるかどうか、だから そんなんもだから僕は言う結果系ですよ。ちゃんとしたでなんかしようとなるデータを取ってみないと片手になるとか、そんなことを自分の考えでしかないでしょ。客観性がない話ですよ。そうですね。ですから、まあ今週ぐらいからちょっと思ってるのは、今週ぐらい、まあ、最近やなそうですね、今週ぐらいからって、はい、今週ちょっと3日前やから、実はその3日前にそのセミナーですね、行かさせていただいて、うん、でその辺でやっぱり、うん、ちょっと大久保幹事のね、はい、ところからですね、少しまた考える力の朗読もしてもらったんだけどね、変わってきたところがあるんですけど、まあ、その辺でいろんな人の意見を、まあ、聞きたいなというところで、大久保さんと僕の話を同じ1週間聞けるなんてなんてラッキーですこれで人生変わらなかったらもう一生人生浮かばれないと思います。
今ちょうど魚がこう食ったところでさ、じゃあ今からあの経費室に飛び込もうかどうかと。だからそれはもう佐藤さんとか毎日行ったらいいんですよ。もう仕事なんかどうでもいいんでみたいな。デバイスより俺自身の人生のデバイスがかかってるんですって毎日言うたら、9時から5時までずっと話してくれて。ありがとうございます。全部、全部、全部伝えたい。そう。そうだと思う。だから、そんな浅いところで来てほしくないんですけど、佐藤さんの話をね、もっともっとずっと聞いて、本当に佐藤さん、大久保さん、僕の話なんで、もう、めっちゃ得ですよ、話聞けて。本当、本当。これがちょっといい話だったとしたら、他の話なんかもう全然ダメですからね。だから佐藤さんという教師を持っていることに幸せに感じて、毎日佐藤さんの話を聞いて、全部満足というあのマトリックスにペンを入れるべきじゃないですかね。僕だったら毎日満足度調査書きたいですみたいなことを言ったらどうですかね。佐藤さんの中でメールがですね、社外っていうところにちょっと次回から追加させていただきたいなっていう。そうそう、毎日もメル友で、そう、やっぱりね、その書けないやつはダメです。文章何でも書けないやつ、文章苦手っていうやつはみんな人生苦手と同じです。僕はその地震から3年ぐらい毎日人に頭を下げてましたけど、全てがうまくできなかったらここまで生き戻ってくることはできなかったんですよ。だから自分がどうであるかというよりも、出会う人をファンにしないと生き続けられなかったわけです。だからないものも能力にしていかないといけなかった。だからせっかくこんないい教師がいるんだから、佐藤さんから全てを学ぶべきだと思います。まずは100キロ歩いてその、とにかくもう佐藤さんに毎日メールを送るようなことを365日続けられた時、佐藤さんはあなたの今言った言葉は本当だったと信用するでしょう、ね、君のメールちょっと他の人にも転送してもええかみたいなね、こういう人が出てきてほしいですね、だと思います。もうほんまに今日の話はすごいいい話してるんですよね。ここに大久保さんがいないことがすごい残念なぐらい、いい話です。それはでも佐藤さんの話が良かったから僕はやる気を出したっていうのはありますね。ヒューマンな部分を出すことは人にとってはすごく冒険、さっきも言ったデリケートなことなんで、でも、なんていうか、もし相手がそういうことを出してきたときに自分の闇も含めて出せる人はきっと魅力的な人ではないでしょうか。僕だってそうなんだっていうことを言うべきじゃないですか。先に生まれたから役職を上だからといって人間的に上であるとは限らないでしょう。お前の言うことで今日俺勉強になったわ、こういう言葉こそあなたがすべき。佐藤さんでのリアクションと部下に対するリアクションを同じにして、そしたらあなたのことを周りの人はほっとかなくなる。僕が地震の時からの何年かで思った反省は、大抵自分の思ったことを人に言えなかった時に起こってます。だから言い過ぎることはないんです。好きだとね、高島言われて、言われ過ぎることないや、今ちょっと好きだ、誤解多かったみたいな、しんどい、それ以上言われたらないですよね、どのぐらい好きって心の中で私の方が何回も聞いたよ、あ、なんか歌詞みたいになってきたあなたが言った好きだと言った回数より私が好きだって言ってって言った回数の方が2回多かったというと、あのドリカムの歌ってなるんでしょうね。今度そんな歌書いてみようかな。だからね、おっさんになった時にいろんなものを僕たちは捨ててしまう。で、僕は32歳の時地震にあったんで、そこから時が止まったんですよ、自分の考え方とか。だってみんなその日のことを僕に聞くでしょう。32歳の時の自分に常に戻って、あの時僕はなぜあんなことを考えてその石をひっぺ返してあの神戸を後にしたんだろうかとか、いろいろその時の自分のことをみんなに聞かれるから
ずっと考える癖があります。50歳の僕がいて、32歳の僕がいて、そうするともっと昔の17歳の時の僕のことも考えるし、人生の教訓は自分の生きてきた道から学ぶべきだと思う。僕のあのフィロソフィーというものを会社案内の中に入れてますけども、そういうのを読んでいただくと、本当に。Facebook はやられてるんですか？私ですか？やってません。まず Facebook をやった方がいいですね。そして僕に友達申請をして、僕のあの神の言葉を聞くと。な感じでよかったんでしょう。ありがとうございます。まず佐藤さんを大事にという言葉、こういう人はいない。本当にいない。いな食品もいないですよ、この人。いや、僕はね、本当ね、稲さんの、あの塚越さんの本読んで、最初ベンチャーキャピタルとか入れて上場しようかなと思ったんですけど、その時その本読んで、いい会社を作りましょうと。会社従業員のためには。上場することが従業員のためになるかとならないと思ったからやめてました。じゃあ、他の方。ですね、あのいろんなこう取り組みとか、いい声だね。なんで天孫賞こんな声がいいんですかね。そうですか、ありがとうございます。どう知多半島って言いたくなりますよね。あのいろいろこうあの参考になるあの話がありました。参考になって、ですね、あのやっぱりいろんなものを聞いてて一番こう感じるのが、やっぱりドラッカーの内容がなんかあのいろんな仕組みで考え方っていうのがすごく入ってると思うんですけど、はい、でこれっていうのはもう以前から最初からずっとあのドラッカーの考え方でずっと来てたのか、多分私生活でもそういうのが入ってるような気もするんですけど、うん、だって昔から薬作ってるからドラッカーじゃないですか。なるほど。こういうの入れるからさ、時々ね、思っても見ないところでギャグを入れるっていう。で逆に要は震災以降で要はそういうものもあって要はどんどん来てるのか。いやもう全然そうなんです。低品質を2003年に考え方に出会った時に、この考え方がピーター・ドラッカーから来てることに気づいて、ドラッカーの本を全部買って読みましたね。あ、そういうことですか。でなんて素晴らしいんや。僕あのエンパワーメントという言葉が一番好きで、情報公開による権限以上ですね。なんてかっこいい言葉や。組織を変えるにはエンパワーメントが必要である。これずっとやっていけば、やがて組織を自らの問題を自らで考えてそれを解決するんだ。ここから先はかっこいい。そうなったらこの流れは経営者にも止められないって書いてあります。かっこいい、これこれこれに行こうみたいな、俺を押し流してくれみたいな感じですね。だからあの経営品質以降、あ、そういうこと。だからあのダイヤモンド社のちょっとその前週1個ちょっと一個ドラッカー文庫のところちょっと高島君隣のところ本を持ってきて、この本を一冊、それ、赤いの、うん、この本を買いましょう。全部で、全14巻、全部投資しても3万円以内で買えてしまう。本当に素晴らしいです。僕の経営者としての2割ぐらいはもうこのドラッカーのこの本から来てます。で、僕のリアマツを見る。これですよ。だドラッカーをほんまにちゃんと読んでる人がそんなに合わないんですよ。そうですね。僕でもあの上辺しか、やっぱり難しいっていうのも理解する。やっぱり深いっていうのがあって、例えば本当に、捨てるものとか、うん、あの強みとか、まあ、とそういうものでも実際自分として何かって言ったらもう全然突っ込んでいけないっていうのがあって、やっぱり深い、すごく深いですよね。だから僕のリアマツを見ればいいんですよ。毎週1時間僕に投資するだけでそれが見えるわけで、ドラッカーのまずそのマネジメントの3冊を読み解こうということで、もうめっちゃ分かりやすいですとすごい言うてくれてますよ、いろんな人が。めっちゃ分かりやすいです。ヤマトが好きな人はもっとヤマトの話をしてくれと言うし、ドラッカー好きな人はもっとドラッカーの話してくれ。喧嘩をやめてっていつも歌ってますけどね。私のために争わないで。竹内まりやの喧嘩をやめてでした。はい、わかります。順番に一人一人聞いていきましょうよ、せっかくですから。じゃあ
そうですね、あの、この漫画が欲しいって言ってもなかった。誰も突っ込んでくれましたね。誰も突っ込んでくれない。いろいろその話聞いてる中で、はい、の震災のこの漫画って何か関係があるんじゃないかっていろいろなんか落語みたいな。震災と漫画が関係あるのか。なんか自分のその震災で失ったものを取り戻す。ああ、そうそうそう。だから失ったコレクションとかあるんです。実家もなくなったんで。だからもう一回コレクションも取り戻して、会社を大きくしているのはコレクションを置き場所を作るためですです。フィギュアを買うために会社をでかくしているだけです。これはでも社長の趣味。そうです。ものすごくジャンル問わずなんですけど。そうです。積んどき、積んどくよりは乱読って言ってますね。あのフィギュア館行ったら僕もこういう普通の本もありますけど、びっくりします。本好きなんですよ。インプットを超えるアウトプットって存在しないでしょ、電気回路の世界では。だから僕はもうあらゆるジャンルの本を、子供の時に親がまあ薬局をやってたんで家に誰もいなかった。家にいっぱいいろんな本があって、手当たり次第にいろんな雑誌や本を読まないと暇で仕方ないんで、グラフ誌から週刊誌から家にあるドーナツ、使えなくなったドーナツ版のレコードとかもそのずっと聞いてましたね。聞いて読んで、で日向の場所で本を読むいうのをやって、家のいろんな場所で一日中移動しながら本をずっと読みました。そんなことずっとやってたんです。本が好きなんです。だから3ヶ月ごとに読書感想文コンテストをやったりと、ちょっとひやく僕のあの Facebook のやつ、この人の本焼いてきたって、社員に渡したやつできますか。僕の1年間の Facebook のコミュニケーションのやつをプレゼントしました。これは売ってないやつ。360ページあります。これを読むと間違いなくイノベーション起こります。僕の書いてることだけじゃなくて、それに対して書き込んでる。毎日シンポジウムやってます。延々議論をしてる。不特定多数の日本中の人と。だからあの僕がやりたいのは本当シンポジウムというか、そのダイアローグです。僕の言ってることに人はどう反応するのかということをずっとやる。漫画も読んだ方がいいんですよ。字の書いてある、絵の書いてある本という意味だけじゃなくて、動きを閉じ込めてあるわけでしょ、絵の中に。その頭の中で動き、イニシャル D とか続けて読んだらもうフラフラになりますよ。ガキ動き、ガキ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 みたいな、クンクンクンみたいなね。わかります。もうフラフラになりますよ、3巻ぐらい。もう、凌介助けてくれっていう気持ちになります。ほんとほんと。だから動きを知ってほしい。あとはもう一つ言ってるんですけど、人間は覚悟が必要だ。覚悟は目に来るんですよ。まあ、疲れは目に来るって言うんですけど、そうじゃなくて、目線を見てほしいんですよ、漫画の。これを学ぶには、あの、八幡ダイバーを読むべきですね。八幡ダイバー、ぜひ、あの、アマゾンで買ってください。これは絶対読んだ方がいいですね。どっかにあるかな、一冊。八幡ダイバー。ワンピース読むのもいいけどね。あの、八幡ダイバーはいいですよ。まあ、いろいろ本当に、僕がもう読んできてよかったという本をいっぱい置いてあるんですけどね。だから漫画から生きる覚悟を学びました。答えになってるんでしょうね。漫画と関係あるかって。だから、もうちょっと関係あるように言うとしたら、自分の好きなものを人に見せていくことによって人は自分のことを理解してる。佐藤さんがやってることはまさしくそれじゃないですか。つまり佐藤さんは皆さんに俺を好きになってくれという長いラブレターをいつも出してるんですよ。どうしてそこに気づいてあげないのっていうことですよね。僕は佐藤さんが紹介してくれるものより佐藤さんの方がずっと好きですよっていう気です。もう泣くと思いますよ、佐藤さん。そんな言われたらもう俺を泣かすなよみたいなね。僕は好きになりましたね、佐藤さんを今日話聞いてて。なんていい人なんやって。なんかね、その熱い人が好きなんですよ、僕は。でも、暑さに酔ってる人は好きじゃない。だから僕の言ってる言葉が最高と最悪を両方出してる、ハーモニーを同時に一人で出してるように聞こえたと思いますけど、そのように冷静な目線を持ちながら自分の中の暑さを
自分で励ましているような人が好きですね。これ一応他の人の発言もあれなんで、まあ、ちょっとあんまり外で出さないでほしいんですけど、まあ、Facebook で公開されてるんであれなんですけども、面白いですよ。これは本書こう思ってやったんですけども、 Facebook の方が面白くなって、僕のやつはタイトル、文章、そして写真、それから後のディスカッションが全部4つが相互して1つの作品になっています。単なるあれ食べたら面白かったということは一切書いてません。今週書いたやつはなぜ日経新聞の紙面は今週から変わったのかみたいなやつ、いろいろいろんなこと、世界でつながった企業は連携できるか、東電のような企業は国に依存するしかない、私たちは世界とコミットするべきである、日経がパッとの電子版が出たおかげである、初めて人の大きさに彼らは気づいたのであるっていうようなことかな。それを紙面構成を見せながら解説してみる、よかったですか。はい、じゃああとお話になってないか。私受け会社 の中田と申します。今日はありがとうございました。まあ、素晴らしいお話を本当に聞かせていただきまして、茶田さんご自身がですね、非常にこう楽しみながら嬉しそうに喋られるというのがすごいなと思うんですけれども、でおそらくすごい四六時中こう考えるというか試作されて見えるんじゃないのかなと思うんですけども、そのおそらくこう寝てないでも試作してるんじゃないかなというぐらい相当頭をずっと使われて見えると思うんですけれども、はい、それも楽しいんですよね。楽しいんです。 CM 一個一個制作意図考えてますからね。そのプロアクティブの歌詞は何言うてんのかみたいな。前お菓子の城行った時にこの歌詞3番まで自分で書き出せるまで帰らんとこと思いました。武田製菓知ってます？キューピットが矢をいる大菓子の城行ったことないですか？これがね、気になって気になってお菓子の城の歌詞を知りたい。だからまあなんか CM があったらこの CM は一体何を言いたいんやとかね、そんなことずっと考えてます。だから電装の CM 見てもね、 CG 使いすぎやとか言ってたでしょ。このヘルメット着せた未来の車って、僕だったら車なんか使わない社会が本当の未来のあるべき姿じゃないなんて、そんなん言ったら儲かんないだろこの会社みたいな、そっかーみたいななんかね、こういうような嘘が混じってて面白かったですね。どうぞ、もうちょっと喋ってください。自分、まあ、いろいろ考えるのは確かにいろいろ考えるんですけれども、はい、考えていくと、うん、疲れてしまう自分がやっぱりあるんです。僕も疲れますよ。それを喜びに変えるっていうのはこうどういう形になっているのかなって。うーん、喜びに変える、だって佐賀でしょ。女の人が大好きですっていう人ね、女の人を好きになって疲れましたって、それは疲れるよな恋愛って。じゃあ女の人を好きになるのやめる、やめませんよね。なんかそういうもんじゃないっすかね。その好きなことをやれば疲れるんです。でも嫌いなことをやって疲れるのとどっちがいいですか？好きなことでしょ。だから好きなことやって疲れましょう。そのために人間には睡眠というリカバリーシステムがあるわけです。携帯も充電するんやから俺も充電してるだけ、特にあんたの話つまんないから俺今充電させてもらうみたいで痛いだね話を、まあ、言わない方がいいですよ人はみんな褒められんやから、とにかく褒めて、嫌なやつほどハイタッチって僕言ってるんですけど、ね、やってみましょうか。おはよう、まあ、この日来たとしますか、おはよう、バスモード立ちますね。1000回ぐらいやってたら後ろにこけて死ぬかもしれないですあとはこうやって後ろ、後ろ見てびっくりした、びっくりした。これも1000回目死ぬかもしれないところがその人が死ぬまではどうでしょう。妻、妻、子供っぽいことしてよっぽど俺好きちゃうかって、毎朝その際だとよっぽど好きちゃうかって本当は殺そうと思ったのに殺そうと思った相手に好かれてしまった、これが嫌なやつをハイタッチ。なぜかというと人生は自分があかんと思ってるやつに足をすくわれる、つまり人は妬みどこそを持ってるからです。
人から妬みを買わない生き方をやるべきだです。だから、デバイスで技術を求めても、社内の人間デバイスの技術を高めないと、日本の社会では生き残れない。もう佐藤さんなんか多分目立ちすぎちゃうか、もう多分もうね、塀の外出てますよ。だから佐藤さんを野放しにしてる伝送は、よっぽどすごいか、それともよっぽど佐藤さんのやってることを分かってないかの、どっちかだと思いますね。多分後者、なんか何やってるのか分からへんけど、まあええかみたいな、それも一つの管理職の姿なんじゃないかなみたいな、いろんな理解ある上司のふりをしてるだけだと思いますけどね。だからもういろんなことを徹底的に考えて疲れました。だって人生って1回しかないわけでしょ。今おいくつですか？58です。58でしょ。あとまあ20年生きたらね、まあええとこじゃないですか。もんならあと残りの20年ね、人に気遣って生きるね、自分のやりたいことやりましょうよ。帰って帰って奥さん殴ったらダメですよ。よくご存知。やりたかったんやーみたいな。もう年金も全部お前つけてあるからみたいな。俺は今日出ていくとか、そんなんやめてください。なんかね、僕一回不登校の子に、そういうのお前のやりたいことをやるのが人生だ、学校行ってやりたいことやれって言ったら、いきなり行って友達殴って手が悪いんだって人がいるので、奥さん殴ることはやめてくれ。ぜひあなたが捕まってしまう。ありがとうございます。じゃあ、お隣に。受け負いの一般です。受け負いの一般、はい、職種区分を説明していただいたり、はい、1ミリの話が出たんですけども、1ミリ、はい、はい、結構僕も知ってるんですけども、小さい頃からもしかして1ミリか、1ミリね、はい、1ミリ、もうこの社会の家の1ミリのものがそっちかと思った。1ミリ、はい、大事だ。1ミリって言うたらね、ほんまお醤油屋さんかと思う。ここの家ミリか、うまい、言うてくれたら嬉しいやなみたいな、宣伝やなこれみたいな。はい、何ですか。まさかの1ミリね、ここで1ミリについて聞かれると思わない。厳しいに対してもなんか1ミリような感じだったんです。あ、そうですね、うん、それがやっぱり、だ常に客観的に自分を見る癖を持ってるので、でしょ、なんか世の中とはそういうもんです。自分にとって最悪の日が他人にとっては最高の日であり得るわけです。だからちょっと絵を描いてみましょう。で、例えばね、男女がこう二人見て見つめ合っている感じがいたとするじゃないですか。こんな感じ。こうすると、なんかこうキスでもしたらみたいな感じがするじゃないですか。直接的やな。でもこれがね、こんな絵やったらどうします？この辺に、ガードレールがあって、この辺に車が止まってて、ここに2人でこうやって立ってて、この辺雲がね、この辺に夕日が落ちて、うわぁ、心中でもするんちゃうかと思いません？これグーッ引いたらこれやったらね、もう振らなってみたいな、最後のキスをしよう。こういう視点を僕は常に持って、マルチリンクの視点です。そうすることによって、なんていうのか、自分の心のバランスを持ってきた。なんかそれをいろいろ試してきた。会社が良くなるのもその実験だと言ったように、今ある自分の状態にいろんなことを試してる。例えば本でも、なんかこの本読む気ないな、次の本、もう100冊ぐらいの本同時に読んでるんで、これうちの嫁さんに言われたら、ただ部屋が散らかってるだけって言われますから、将来作家になりたいって言ったら、うちの子供たちは、育てた作家じゃなくて、多分作家食えって言われて、いつか句を取ってみせるからな、みたいな。作家から作家への変身みたいな。なんかそういう、だから、自分の状況を楽しむ部分っていうのは、いいと思う。僕はだから、お勧めしてるのは、午前午後アフターファイブで2勝1敗を目指すっていうことです。1日を3分割にする。ならいろいろ見せ場あるじゃないですか。
そういうふうにして、どうしたら自分の人生をいい方向に行けるか。あともう一つの例では、自分の目がカメラ、耳がマイク、口がスピーカーで映ってて、これがどっかのテレビで放映されてるようなイメージです。どうすればチャンネルを変えられないかを考えたいと思います。すいません、ちょっと喋っていいですか。どうしたんですか。いや、チャンネル変えられそうなので僕は今喋りますね。あなたは話あんまりもつまんないんでとは言わなくてね。今あなたを見てたら話さずにはいられなくなったんですよ。ここ心の中つまんなくて。放送事故ですよ、ここまで行ったらみたいな。事故中どころか放送事故みたいな。っていうイメージを持ってます。だから一つの、まあ、劇みたいに考えてるんですよ。自分がいる世界を。わかります。だからコメディもなんや。悲劇って何て言うの？トラジェディか。トラジェディか。両方。スラップスティックも含めて、ミュージカルも含めて。自分が歌えばミュージカルになるじゃないですか。だから、松山千春のモノマネして松山千春の歌ばっかり歌ってるやつにイノベーションは起こらない。今日この歌一回も歌ってないけど、挑戦してみようという人にこそ新しい道が開かれる。これぞカラオケ版ありとキリギリスみたいな感じで、いろいろチャレンジしてみるといい。全然 1mm。これも 1mm でしょ。いや、1mm でいいと思います。非常に。あなたも 1mm そうな感じじゃない。はい、そうです。君はどういうところが 1mm なの？ですね、やっぱりこう、佐藤さんの話全部を受け止めるだけではなくて、うん、ちょっとやっぱりひねったことあります。どういうところでひねるんですか？ひねるってことはあります。どういう それ違うんじゃないかと思って髪型エージェンシュタインみたいなのが言ってるんですか。だから、そこが非常に、松田さんの話楽しかったんですけど、ああそうでしょう、はい、だからあるがままに受け止めたって世界は何も変わらないんです、まあ、佐藤さんの人生に、お名前は石塚さんが入ることによって佐藤さんの軸がちょっとぶれたら面白い。僕も今度会った時佐藤さんが公園でちょっとおもろいこと入れてたら俺よっしゃーみたいなギャグを親父ギャグ親父は親父ギャグを世の中親父ギャグを呼び親父だということを私はバンクの松田さんが聞いてこれを今実践しています。面白いですか私のギャグみたいなのを、ね、どうもありがとうございます。私も教員の方奥野と言います。皆さんで個人で会社の方なんですか。どう受け負いのものですっていうのは会社を経営してる人ですね。受け負い担当こちらの担当の、営業のような。ああなるほど、はい、受け負い会社の営業の人。そうですね。何の人かな。で例えば今日お話を伺った中で、はい、例えばあるチームとかでですね、少しまた人間関係を良くしていきたいなというようなことを考えていなくて、ただまあ中には当然しらけて話をなかなか聞いていただけない方もいらっしゃれば、うん、なかなかその自分の考えをなかなかうまく伝えられない方とかもいると思うんですけども、はい、そういう時に、どういうことに気をつければそういうのは少しでも意思が伝わるんじゃないかなとかっていう、まあ、それはねやっぱり教師の考え方を持たないという。僕は昔大学の先生にこう言われた。普通の人と教師の違い何か普通の人は一回話をして分かってもらえなかったら諦める。教師はそうじゃない。999回分からなくても1000回目に分かるんじゃないかと思って1000回目を言う人間が教師になる。かっこいいなと思ったし俺にはとてもそんなこと無理だと思いました。でも教師ぐらいにはなるからそれは冗談ですよ。霊言同士それじゃなくてですね、ついこういうこと言いたいんですね。イータックスです。繰り返し話すこと、それと分かんない人には別の道もあるじゃないかということを言ってあげることじゃないですか。この会社だけがあなたの人生ではないですよ。だからうちはできるだけいろんなイベントやって会社に降りにくくしますね。イベントのことなんともない人もいるけど、苦痛で仕方ない人もいるわけです。なんでこの世の中。
そういう人はやっぱり利己的な人。利己的な人にうちの会社は向かない。利己、これが自分を成長させる何かだと信じてくれるような人と一緒にやりたい。と思っている。万協がやってることは全て人材開発プログラムです。でもそれはね、単なるあの社長のなんかええ格好シーンのためのもんだと思う人もいるかもしれない。でもそう思うのは自由でしょ。だから僕は社内だけにファンがいるわけじゃないぜ。日本中が俺のファンにいずれなる時が来るから。その時になって後でサインもらえなくても知らないぜ。間違いなく君たちはその万協製薬の良さについていつか知るときは、それは万協製薬をやめてから知ることになるよ。で、そういう人たちが言うし、あの社員の子たちにも言う。僕は永久に万協製薬の社長をすることはできない。でも終わる日のイメージを持ってる。今日まで僕と一緒にチームを組んで戦ってくれてありがとう。本当にいい思い出だって。でも本当に君たちが思ってほしいことは、これから先のことで。松浦さんがいた時の会社の方がずっと面白かったって思ってくれたら一番嬉しいな。バイバイっていう意味ですね。自分の価値を自分が評価できなかったら、人に対して熱意を持って話せませんね、佐藤さんね。佐藤さんはめっちゃ自分好きなんですよ。僕も自分好きなんですよ。自分が好きなものを人が好きになってほしいと思ってる。それは金銭的価値じゃない。心の金銭価値。うまいこと言ったことの線ですね。こんなん作ってくださいね。僕私がこうやって話してるのはお金の価値なんだ。心の金銭価値ですから、ね、金銭水筒帳につけておいてください。心の、まあ、分からない人がいてもいいけども、あなたの仕事の役職上そういうふうにあまり簡単に言ってはいけない仕事だと思います。でも本当にこの会社が君に合ってないと思うなら辞めるのは君の自由。会社は従業員を裏切っちゃいけないけども、従業員はいつ会社を裏切ってもいい。第一、君は外受けの傭兵だから、いつ裏切って敵の方についたのもいいんじゃないか。守秘義務の契約持ってたっても、守って守らなくてもいいことはサムソンに行ったらソニーシャープの社員が見てわかるだろうって、そんなこと言ってたから使ってもらえなくなるよ。ちょっと行き過ぎましたね。まあ、いい教師であって、まあ、僕は一度も人を誘ったこともないし、人を引き止めたこともないんです。僕が一番言いたくないことはただ一つ、君がいないと困るからやめないで、絶対に言いません。どんなに君がいてほしかったとして、僕はそれを言ったのは高島久美だけです。おいおい、ラブレターフロム信夫かみたいな。高島君だけは失いたくなかったですね。僕が一つ会社の作品として残すなら彼女でしょうね。こういう人を作れたことは僕の誇りですね。それが証拠に社外の人はすごく高島を評価する。みんなが高島のようになることは無理だとしても、こういう人を松浦さんは認めているんだというサンプルとして高島さんがいてくれることは僕にとっては福音ですね。もし自分だけがそういう思いを持って生きていたらドン・キホーテじゃないですか。一人でも多く何かの人生が変わるな。高島、俺今週お前の携帯にメールしたったよな。君は僕の誇りだ。誰が何と言っても僕は言う限りその思いを変えることはない。本当にそう思うからそうか。でも本当にそう思える人かどうかは大事なことです、っていうことだと思います。高島はそういった面ができすぎるんで、いろんな人からこういじめられてきて、できすぎる人間は嫉妬を買う。日本人は特に喜怒哀楽を明確にしないので、この子わざとあんな声出してとかね、今ちょっと俺の想像で学生生活を言ってしまう。なんか日和みなことばっかりしてみたいな、ちょっと可愛いからもうデイキーになってみたいなね、うん、というだからローラがほっぺを膨らます理論と同じでしょ。同じじゃないですか。そういうことじゃないですか。可愛い人間は自分を守りすぎる。おどんどん燃えてきてるよ。
なんでこんな燃えてんねやろみたいな、あげあげみたいな。ぜひいい教師になってます。ここで一通り回ったんですからね、話してない人いない。最後に何か言いたいことはありますか。佐藤さん、じゃあ。これ平君、鼻の名を流せるように最後しといて。あのですね。ちょっとまだスイッチ、あそこ。うん、どうぞどうぞ。言ってください。以前。例のバグリーの久保さん、あの人も変わられたんですよね。はい。あの人が変わったのは従業員が逃げてるんじゃないという話を、していただいて、その時に久保さんは、でも自分は本質的には変わってないんじゃないか。うん。それに、まあ、はっきりと、壁が先にちらっと言われて、壁が取っ払われたので、もともとあった、自分が、表に思いっきり出てきたんじゃないかって言われたんですけども、松浦さんももう そういう感じなんですか。そうですそうです。だから自分の中で隠してた部分をもう自信で全部取っ払ってしまうっていうことですね。取っ払った。だから結局、人間誰でもが素質を持ってるのか、それともやっぱり ある人ない人があって、ただ、多くの社会的な、なんか縛りだとか何かがあって、松浦さんも何か言われてましたよね。いや、僕はね、自分の才能にずっと助けられてきました。何やってもうまくできたんです。はい、だから、ちょっと上手い二流ならどんなジャンルでもなれたと思います。でも、僕は親の仕事を継がなければいけなかったので、その自分の人生を歪曲されてしまったとずっと思ってました。本当に生きたい自分の人生を生きていないと。で、その震災の時にそれが突破られた。今度こそお前が自由に親を捨ててもいい免罪符ができた。でもその時僕は親も会社も商品も捨てなかった。自分が忌み嫌ってた父との仕事を一番愛おしいと思ってたということに気づいた。であれば父のプライドを取り戻す戦いをもう一度やるべきだということで環境成功をやったんですね。つまり初めて自分の行動に動機というものが備わっている。全て失われた時に初めて。だからこれは僕はもう例えて風と共に去るのラストシーン、ビビアン・リーがスカーレット・オハラが土を握りしめ、私はタラへ帰ろう、全て失ったけどもタラへ帰ったら私を育ててきた全てがあるはずだから、そこでやり直すっていう、後ろで炎みたいな燃えとるんです。リビアリが爆反転になって終わるシーンです。あれやな、全て失って初めて自分の使命に気づく。それはやっぱり一度何か捨てなければ人間に変われない。捨てないとか失わない、失わない、よくあるじゃないですか。もう鬱陶しい女やなと思ったけどももうあんたとはやっていかれへんから別れるわって言われたら、あ、ごめんごめんちょっとみたいな感じはあるんじゃないですかね。だから人間は恋愛からより失恋によって多くのものを学ぶのではないですか。それはそう。だから失わないとその存在に気づかないですよね。できれば失う前にそれに気づけた人は幸せ。僕は地震で工場や会社を失ったと同時に家族を行方不明になったんで、最初は会社のことを気になって仕方ない、その一日の子ですよ。どんどんそれが時間が経てば経つほど自分の家族、言うたって3年、結婚して3年も経ってない、子供なんてまだ生まれた結果10ヶ月しか経ってない、なぜその人たちのことばかり気になっていくのかっていうふうに思うようになっている。一晩で僕はそのことを学んだわけですよ。だからそういう経験したことも少なければ一日でそういうことを考え抜く人間もいないでしょうし、そのドラマチックな部分が僕にそれを引き出したことは間違いないと思うんです。だから皆さんにもいろんなドラマチックなことが起こっている、でもそれに気づかずに通り過ぎているのではないですか。つまり教訓は日常からこそ学ぶべきなんです。人の本や何とかではなくて毎日毎日からいろんな教訓が生まれている。でも自分がしっかりそこから学ぼうとして自分を変えていこうという姿勢がなければ単なる過ぎていく日々でしかないです。
僕は環境制約をいつまで続けられるかわからないという気持ちがあったからこそ、全てのものを教訓にしたいと思って生きていました。それが他の人と違う成果を生んだ最大の原因ではない。なぜこうなったのかを徹底的に、それこそトヨタのおなぜですよ。なんでなんか、なんでこうなった、なんでこうなったこのことで、なんでこうなったのということをいろいろ解析していって、同じ手は二度と食わないようしました。だから僕を騙すことはできる、しかし僕を二度と同じ手で騙すことはできない。松浦信夫を侮るととんでもない目に遭うよということを一人一人の人に教えてきたつもりです。笑顔でね。だから佐藤さんね、もっと笑った方がいいですよ。はい、もうあはははって言った今日の僕のみんながこんな笑うんだみたいな、はい、笑ってね。だからもうその子供時代のそのお菓子屋の話とかね、そういうのをどんどんするんです、うん、僕がこうなったのは親の商売の仕事でクリスマスの時もデートも何もできひんで福引きの手伝いばっかりさせられてたからできることがしたら全部外れくじに変えたることぐらいでしたみたいな話を言ったら、ああそれわかるわかるみたいなね。まあ、でもその時にクリスマス終わった後でもらったバイト代が親からもらった小遣いで買った本がこの本なんですみたいな、一回全部僕の創作やけど、ピーター・ドラッカーのマネージメントしてできすぎやろ、できすぎくわにやそれみたいな。そうなったらなんかそっちをね、もっとこう立って、みんな聞く人はなんかね、大伝送の幹部やんかと思うからね。そうやね、もう単なる菓子問屋のお菓子作ってる喫茶店の息子なんですみたいなところから行っていくんです。ほんでそんなお涙ちょうだいみたいな話聞きたくない、君に涙がないから僕の話の意味がわからないんだって言ってやればいいんです。僕にそれを言ったら山陽の宇高ですけどね、だからそんなこと言ったこと忘れてるでしょ。で最後に僕たちが作った、会社と僕らを表すプロモーションビデオを見てもらって、日本の賞を取る前にじゃあ全部消して、三重県の景品賞を取った時に作ったビデオです。見てください。写真と文章は僕らが全部作りました。言えない
してね。ありがとうございました。じゃあこれで終わりましょう。感動の人も形を変えられない人はいるけど、こういうものを作れるのが、まあ、僕の才能だと思いますけどね、はい、じゃあフィギュア館に行って僕の歌を聴いてください。ああ、そうしましょう。